この度は古伝降霊術百物語をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本ソフトに収録されているストーリーなどは事実に基づいて構成されております。本ソフトをプレイすることにより霊現象など不可解な体験をなさっても弊社では一切責任を負いかねます。もしもこのままプレイを続けるならば以下の契約書にサインをしていただきます。今古伝降霊術百物語を始めようとしているあなた、あなたの身を悪霊たちから守るための準備をしてください。まずあなたは自然界の力を味方につけなければなりません。自然界の象徴である水、風、土を身の回りに置いてください。コップ一杯の水、小皿に盛った土を用意し窓を少し開けておけばよいでしょう。またお清めの塩を鬼門の方角、北東の方向に持っておきましょう。北東の方角は悪霊たちがやってくる方角と言われていますので、汚れたり散らかったりしていないか確認してください。もう一つの道具として鏡を用意してください。これにより悪霊を跳ね返すことができると言われています。百物語は霊を呼び寄せる物語です。途中で霊障が起きる可能性がありますが、くじけずに終わりまでやり遂げてください。そして呼び出した霊を封じ込めるために説明書にあるお札を切り取りケースに貼り付けておくことをお勧めします。最後に、一番の強い味方はあなた自身です。悪霊に惑わされることなく気を確かに持ち、無事に百物語を終えられることをお祈りします。例えばこんな世界を思い浮かべてみてください。あなたの周りにいる霊感の強い人、そう、その人が今そこにいるよといったその場所にいる自分を、その人には確かに見えるらしい。しかしあなたには何も見えない。見たい気持ちと見えない安堵感、そんなものが入り混じっていたりして、でも時には見えたり聞こえたり、あなたにも感じることがあるはずです。そんな時っていうのは、その霊が何かを伝えようとしている時なんですよ。これはそんな霊からのメッセージを強く感じさせるお話なんです。この話は二人のこの若者が高校生の時に始まるんですね。当時たまたまその仲のいいその二人がですね、なんか噂になってる怖いところがある、そこ行ってみようって話だったんですね。それはどういうとこかっていうと、新しくできた道路がずーっと続いていて、その途中にですね、こう鬱蒼とした森になってて、その森の中に神社があるんですが、そこが要するにその心霊のスポットだって言うんで、行こう行こうって話だったんですね。で二人で夜中行ってみたそうですよ。で、おここだなって、気持ち悪いなー、ほう嫌だなー、でも入るかといろいろ言ってたんですが、一人の方にしてみると、俺はだけどあれだな、こっちよりむしろ向こうの方が怖いな。その向こうというのは何かというと、そのまっすぐ伸びてる新しい道路はずっと行った先でもってストップしてるんですよ。そこから先は道路がないんです。それで暗い闇の中にですね、吸い込まれるようにしてその道路がこう見えるわけですね。その先の方にポツンとですね、なぜか歩道橋があるんですよ。道路はずっと奥まで行ってないのに歩道橋があるんですよ。あれ変だと思わないか、ここなんて車も来ないのに歩道橋悪いしさ、俺あっちの気持ち悪いなって、じゃあ行ってみるか、で行ってみようよ、二人で行ってみた。誰もいない夜中の歩道橋、車も何にも走ってない、明かりもついてない。そこをその二人の高校生がカンカンカツ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 ン上がってった。それで一番上まで上がってみて、あの欄干にこう沿うようにして下見ながら、なんでこんなとこ歩道橋あんだろうなって言いながら欄干叩いた。音がカキーンって響いた。またカキーンって響いた。なあ、やめろよお前、気持ち悪いから叩くなよ、はは笑ってヘルッとみたいな感じ。なんだ今の、よせよお前、今落としたろ、よせよって俺やってやってだって今、うん、なんだ今の、叩いてないよな、でも落としたよな、カーンってな、よせ気持ち悪いな、よそで帰ろうぜって帰ってきちゃった。ただそれだけのことだったんですよ。
で、お互いが高校出てから学校別々の大学行ったもんですから、で、こう会う気がなくなってたんですね。で、夏の頃になってたまたま両方が実家へ帰ってきたわけですよ。じゃあ他のやつに会おうやって言って、当時の同級生の女の子2人呼んできて、それでまあちょっと街で会ってたんですね。な時になんとはなく、そういえばこんな経験があったよなって話になったわけですよね。あそこ行ってみようか、面白いから。で、女の子も面白いねって言うんで、じゃあ行ってみようやって、で4人で揃って行ってみたんですね。そこへ昔とっても、かね、昔とったってまだ卒業して間もないわけですから、高校時代とそう景色変わるわけはないんでね。で、ああそう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 、ここだよここだよここだよ、行ってみようか。それで4人でカツン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 カンカンカンパタンパタンパタンカタンやんながら上がってったんです、歩道橋。それで上へ着いた。そしたらその一人の女の子が大変勘の強い子らしいんですが、やめようよ、気持ちいいからやめよう、ここちょっと違うから帰ろうって。何、何にもないじゃない、怖くないじゃないって。いや怖いからやだ、これ絶対なんかいるね、やめて帰ろう帰ろうって言うんだそうですよ。平気だよってな。あの時な、俺こう叩いたよな、カーンと。なんか叩いた叩いた、そう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 。でも叩いてなかったな、カーン。そしたらさ、何もしてないのにな、カーン。お、なんだこれ今の、何もしてないの、音がしたんだ、なんだ、みんなびっくりしちゃった。これなんかあるんだよきっと、そういう例じゃなくてさ、なんかきっとあるんだよ、こういうなんかその科学的な作用かなんかでもっと音がするようになってるんだよ、きっとそうなんだよ、そう言いながら反対側の階段の方へ進んでた。で、降り始めた。そしたらこの可能性女の子は、やっぱ帰ろう、誰か来てるから帰ろうって。来てんの、絶対来てる、いやだ帰ろうね、帰ろう、大丈夫だよ、もしで帰るんでいいんだよ、もう来てやろうよ、言ってたら、カーンコンカーンコンカーン、今自分たちが上がってきた反対側の階段を上がってくる足音がするわけですよ。おい、誰か来たのかな。うん、やがて一番てっぺん着く頃だから、こっちから見てたんですけど、誰も現れない。なんで誰もいねえな、でも今確かに足音したよな、おい、したしたした、そう、この感動性なんかガタ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 震えてるんですね。帰ろう、来てるから帰ろうって。何が来てるんだよ、女の子が来てるって。嘘だ、どこにいんだよって。ほら、女の子向こうが立ってこっち見てる、女の子がって言うんだ。な、見てる人よ、大丈夫だよ、見てるから帰ろう帰ろう帰ろう、泣き出した。気持ち悪いもんだから、そのままバーってみんなその階段から降り切っちゃって、反対側の道をザーッと走って、それで戻っちゃった。気持ち悪いなあ、そうかお前、あそこそういうのあんのかなって。じゃあまた今度は昼間行ってみようかって話になって、二人でもってまた行ってみたんですよ。確かに音はしたよな、階段上がってくるな。それでこう行って、自分たちがこう降りて、階段降りてってみた、反対側。でも大体ここどういう歩道橋なんだろうな、道路は先まで行ってないで止まっちゃってるしさ。うん、なんか知らないけど、聞いた話によると、小学校6年生の女の子でもって、その学芸会でもって女王様の役をやる女の子がいて、その子が一生懸命女王様の練習しながらこの道を歩いたらしいんだ。車は来ないし練習には良かったらしいんだけど、突然何かでもって通りかかったその車が、その子を引いちゃったんだ。で、とうとうその子を死んじゃったんだよ。だから学芸会には出れなかったしね。それでなんかこの歩道橋作ったって話したぜっていうのを聞いてきたんですね。じゃあそうか、事故があったんでこれ作ったんだ。だけどこの先の道路これで終わっちゃってんじゃないか。うん、終わっちゃってるよな。あ、なんかお前看板立ってるよ。そこにはね、これ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 こういうわけで、安全のためにこの歩道橋が作られましたって書いてあるわけですよ。ああ、本当だ、そうなんだなと思った時に、おい、これよく見てみな。え、看板がかなり古くなっていて、字がところどころはげてるんですね。よく見ると、安全の安の字の浮かん文が消えてるんですよ。安全の善の字の山が消えてるんですよね。これ読んでみな。これはこれこれこれこういうわけで、安全のためにではなくて、女王のために作られましたって書いてあるわけですよ。例えばこんな世界を思い浮かべてみてください。怖いもの見たさで行ってはいけないところへ行ってしまった自分を、やってのことでたどり着いたそこは噂通りのところでした。帰ればよかったんです。一歩入ってしまったために見てしまったその世界は、これは関西では知る人ぞ知るあるところの話です。
これ兵庫県の方で有名なんですっていうより、まあ関西で有名なんですが、メリーさんの館ってのがあるんですよ。で、これはどういう館か誰もわからないけど、なぜか昔から言われてるんですよね。で、それをですね、そのうちのスタッフのその後輩っていうのが、行ってみようじゃないかって、ね、二人で出かけたわけですね。その六甲の山の中にあるって言うんですよ。ところが一日中車出してるのが全然見つからないんですよね。そんな西洋館がないんですよ。おかしいなぁ。だん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 日は傾いてきますしね。もう帰ろうや。いや、もうちょっと見てこやん。で、ぐるーっと回ってた。でもこれだけ探したって見つからないんだから、あれやっぱり話は嘘で、そんなもんないに違いないから。そうだよなぁ。あったら今頃分かってるよなぁ。だろ?言いながら、もう帰ろうか。で、車を飛ばした。と、助手席の人間がひょいって横見た瞬間に、うん?おい、向こうにも屋根見えないか?うん。ほら、西洋館の屋根が見える。なんだあれ?あのあったか?いや、見てない。じゃあ行ってみるかって話になって。じゃあ行ってみようや。で、車を向けていくと、大きな鉄の門があったってね。それもかなり古くて腐ってて、倒れかかってるんだけども、な確かに立派な門だそうですよ。こう入ろうかって、よそよ。固く侵入になっちゃうからって。何言ってんだよ、もう入っちゃうよ。大丈夫だよ、誰も言いしねえんだから。で、強引に一人が入っちゃったの。しょうがないからもう一人もついちゃった。中はっていうと落ち葉だとか草でもって、ふかふかしたぐらいに地面が見えない状態だったんですね。そこを、カッサ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 って。あれ?見ると、歩いていく道筋に横にこうパタッと看板が倒れてたんですよ。それの横文字の看板だったんですね。お前この看板横文字だぜって。読もうと思っても読めないって言うんですよ。なんだこれ?もしかするとお前本当にこれ、メリーさんの館かな?そう思った瞬間二人ぞーっとしたんですね。来ちゃった。どうする?ほら見ようやん、おい、ここまで来たんだから。よそうや、いいよ、行こうや。さあ、さあ、大きな建物が見えてきて、入り口の玄関のドアも見えてきた。どうする?俺入らん。じゃあ俺入るぞ。お前入る、俺入らん。じゃあ俺外回ってるわ。うん。で、入ると言った彼が、ドアのノブ手をかけた。こうしちゃった。スーッとドアが開いた。中回ってると、広いフロアになってた。で、真ん中に階段があって、2階へ繋がってる。1階にも部屋がある。変なんだなぁと思った。なんかやばいなと思ったけど、よいよ、せっかくたら見てったろうと思って、彼はどうしたかというと、1階の一番右端の部屋から見てやろうと思って行ったと。ドアの前立って、ノブに手かけた。カシャッ、イーッと開いたら、部屋の中が明るいって言うんですよ。もうだいぶ部屋傾いてるんですよ。なんでこんな明るいんだろう。明るいのそうですよ。埃だらけになってるんだけども、ピアノが一台ポーンと置いてあったって言うんですよね。古いピアノが。ここ長くいちゃいけないな。そういう気がした。で、ドアパタンと閉めて。帰ろうと思って。戻ってきた瞬間に階段が目に入ったんですね。待てよ、2階行ってみようかな。よし、2階上がったろうと。古い階段。イッヒ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 ッと上がってた。上がってみると、部屋がいくつかあって、やっぱり一番右側のその部屋から見ようと思って、彼行ったって。うん。飲みてかけて、イーって開けて、ほいっと乗ったの。中はって言うと真っ白な中に明かりですよ。白い明るさって言うんでしょうかね。なんでこんな明るいんだろう、気持ち悪いと思って。こんなことあるわけない。時間から考えても。うわーと思って、バターンと閉めちゃった。こいつはいかんぞ。これ絶対いかんぞ。他の部屋みんなやめよう。帰ろう。また、ピッタピッタピッタって階段とこまで来た。ふと、ちょうどその階段があった正面の部屋ってのがあるわけですよね。なんか気になるなぁ、ここなぁ、ここだけ見ときたいなぁと思った。でも腹のとこから持って見ない方がいい。見ない方がいい。見ない方がいいっていうのがある。でも、見たいなぁと思って。じゃあと思って、ガキ。ちょっと待って。中から、さーっと白い明かりが差してた。うわぁ、なんだ眩しいじゃないか。ちょいと覗いた。中が見えない。ただ明るいの。いけねえと思ってバタンって閉めた。これもしかすると見ちゃいけない部屋なんだよ。これ見たらなんかあるのかもしれない。やめとこう。帰った方がいいや。非常に恐怖が走ったんで、うわーと思いながら背中向けるの嫌だから、後ずさして降りようと思った瞬間に、気配がしたんですよ、後ろで。動きを全部止めて、気配に耳を澄ましたんですよね。そしたら、シーンとして屋敷のはずなのに、ざわ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 してるんですよ。明らかに自分の後ろに誰かがいるって言うんですよ。おる。後ろに誰かおる。おるぞー、おるぞーと思った。でも、振り返らなかったら階段降りれない。どうしようーと思ったけど、しょうがない。ゆっくりと、ずーっとこう顔を後ろに向けてった。体と一緒に。さわ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 。それで、体が階段の方を向いた。ふっ。瞬間に、
おお、悲鳴にならない悲鳴が出る。なんとその階段と言わず下のフロアと言わずびっしりと白人の子供が並んでる。全部白い目をしてこっちをじーっと見てる。次の瞬間意識がなくなったんですよね。目が開くと彼は病院にいたんですよ。それも外を歩いてた方の友達が家の裏を回ってきたらばそこで倒れてたんですよね。本人は言うんです。俺は部屋にいたんだ。何言ってんのよ。お前は庭で倒れてるところを俺が見つけたんだと。それで病院に連れてったんだと。いや違う、俺は部屋におったと言うんですよ。その場所っていうのはそれは病室人の子供の収容所だったんですね。第一次大戦の時に収容された子供たちの収容所だったんですよ。だから横文字読めないわけですよね。外人がアメリカ人だと思ってみんなメリーさんってつけたけど、実はそれはメリーさんではなくて両立人の子供たちの収容所だったんですね。そのうち二人がもう一度確かめに行ったそうですよ。でも見つからなかったって言うんですよね。これは関西で有名なメリーさんの館っていう話です。例えばこんな世界を思い浮かべてみてください。夜の行楽地に一人佇む自分を。人がいてこその行楽地なんですから、昼間の喧騒とは違ってそこは静まり返って次第に違う空気が流れるんですよね。知らず知らずに自分を包み込む緊張感。こんな時間に誰もいるわけがない。自分を落ち着かせようとすればするほどどんどん自分を追い込んでしまうんです。そんな時って出るんですよね。これはそんなある行楽地でのお話です。夏になるとよくねキャンプみんな行きますけど、これもそんなとこで聞いた話なんですがね、仲間何人かでキャンプに行ったんですよ。でバンガローがあるんです。そこは昼間遊んで帰る人も随分いるんですがね、川が流れてましてね、東京からそう遠くないとこなんですよ。でーってバーベキューだなんでやってるわけですよね。そうこうするうちに暗くなってみんなバンガローに帰っちゃった。ところが一人そいつはね気持ちいいもんだから、もうチラ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 燃えてる火でもってそこにこうぬくむるようにしてね、ゴローンって横になった。で空流れた、風が気持ちいいし川の流れはしてるしね、そんなことやってるうちに気持ちよくていつの間にかこっくりこっくりと寝始めた。どのくらい時間が経ったかわからないけれども、なんかこう動く気配がするんでひょいと見てみると、河原のずっと向こうの方で誰かが遊んでる。夜の夜中で真っ暗の中でもってはっきりはしないんだけど遊んでる。何やって遊んでんのかなとか見てたんですね。とたまにその形が動いてって空が背景になるとシルエットが見えた。なんかバランスがおかしい、変な形をしてる、なんか変なことしてるなと思って、でずっと遊んでる。そのうちまたうと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 眠くなっちゃう。またトントントンって音が、なんとなくこの目がふーっと開いてみると、やっぱりそのさっき見かけた子供が向こうの方で遊んでるんですよね。あれまだ遊んでるな、一体何やってんだろうなと思って、玉突きかな、サッカーでもやってんのかなと。でそのままこうやって見て、そのうちまたうっつらうっつらと、もっと近くで持ってくんだ。トントンっていうのは弾むような音がしたんで、うんと思って見てみると、その子供がだいぶ近くで持ってこの玉をついて遊んでる。ただちょっと変だなと思ったな、なんかこの体のバランスが少しちょっと違うって言うんですよ。なんだか違う、なんか変だって。でもそれが遊んでる。でトーントーンやってる、と思って、向こうの方からボールらしいものがトーンとして、トーントーントーンって、あれでトーンでボソッ、自分のすぐそばにそのボールが転がり込んできて草むらの中コロコロ入ってっちゃった。ああボールが転がってきたなと思ったら、だん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 向こうの子供が近づいてくる。ああボールを取りちゃうんだなと思って見てると、その歩き方がなんかぎこちない、おかしいな、なんか変だな、なんか変だなと思ってる。どん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 近づいてきて、寝たまんまそうやってじーっと見てると自分のすぐそばまで来た。チロ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 燃えてる小さな足で足元が映ったんですね。女の子の足だった。でもなんかバランスが変だ。スーッと上の方を見ていくと暗くてよく見えないけれども、すいませんって声がした。うん、ボールを取ってくれっていうようなんですね。ああボールね、暗闇から2本手がニョキッとこう出た。
その手の形もなんかおかしい。なんか変だなと思って手探りで触ってみたらボールが見つかった。なんかこうおかしい手触りなんですね。なんだこのボール結構重い。はい、うーっと渡した。ちょっと木の上にかたせてがありがとうって書いてグッとこう広がった。そこへよっと乗っけたらそのボールを受け取ってヒューッと引っ込み始めた。その時ありがとう声がした。それが頭の位置からではなくてボールの位置から声がしたんで、え？ふっ見た瞬間にあー届いた。その子が受け取ったボール、それは髪の毛が焼き焦げた女の子の顔だったんですよ。その子自分の頭をボールにして遊んでたんですね。そのボールが、その子の顔がありがとうって言ったって言うんですよね。そこでは前に少女が焼き殺されてバラバラにされたっていう事件があった場所なんですけどね。多分その子が夜出てきて遊んでるんじゃないかな、バラバラだったからあんなぎこちないプロポーションしてたんじゃないかなって言ってましたけどね。例えばこんな世界を思い浮かべてみてください。病院のベッドでたった一人眠ってる自分を、そのベッドで一体どれほどの人がもがき苦しみ亡くなっていったことでしょうか。病院、そこは生と死の境界線なんです。たくさんの怨霊が徘徊しているとしても何の質もないんです。そしてそれは全て人間のものとは限らないんです。これはそんな病院でのお話です。これ古いこれ病院なんですけどね、その入院患者が入院患者を刺し殺したって事件があったそうですよ。嫌な話だなということで、そう大騒ぎしないようにして、まあ、事件にはなったけども、そのままみんな忘れてたっていうより忘れるようにしていたんでしょうね。ところがそれから月日が流れて、また突然そういう事件が起きちゃった。というのは患者さんのところを看護師さんが行って様子を見てたと、突然すごい気になってキャーキャーって悲鳴がしてザーッと入ってきた。手に果物ナイフを持った女がすんごい形相でもってぶち殺してやるぶち殺してやるって言いながら振り回してる。ちょっと危ない、やめなさいやめなさいって言うんだけど振り回してる。もう目はとてもじゃないけれど狂気でもって普通ではない状況だった。何があったかしないけど暴れ回ってる。で片隅のベッドにいたお年寄りをズバッ刺した。刺されたお年寄りは苦しいもんだからそのままベッドから抜け出してずっとずっと行くのを追っかけてって上から刺した。慌ててみんなで持って取り押さえた。まあその方は一命は取り留めたんですよ。それで捕まえてみると、ぶち殺してやる、ぶっ殺してやる、何があったんですか、何で刺したんだ言われてるけど本人分からない。ただ毎日毎日自分の耳元でもってぶち殺せぶち殺せって言われてる。だから私は殺したんだ、殺してやる殺してやるって言ってんだそうですよ。その時にその看護師さん気がついた。というのは以前にあったその患者さんが患者さんを刺したっていう事件で、今回の事件、加害者になった人間が二人とも同じ部屋だったってことなんですよ。なぜあそこの部屋にいる患者がそういうことをするんだろうなとこう思ったんですよ。これは偶然なのかもしれない、でも不思議に思ってたんですよ。まあ、そんな時に夜勤があったんで、まあ部屋回って歩きますよね。それでたまたまその要するに人を刺した患者のいたその部屋の前を通った。もちろん他の患者も入りますよ、そこへは。病院ですからね、空ってことないですから。で気にはなっていたんだけど、聞くとはなくこう耳をそば立てながらスーッとそば取ると、中でブツ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 言ってる人がいる。んどうしたんだろうなと思ってひょいっとこう覗いてみたんですよ。そのベッドの上にしょこなんて座った女が、なんか知らないけどブツ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 言ってる。入っててどうしました、声かけると、ぶち殺してやる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 って。何を言ってるんですか、ぶち殺してやるって。何を言ってるんですか、あ、看護師さんですか、どうしたの、いや、おかしいんです、毎晩毎晩寝てると誰かが言うんです。何を言うんですか、ぶち殺せぶち殺せって言うんです。誰を、いや、わかりませんけど毎晩毎晩言うんです。誰が言ってるの、どこで言ってるの、そんなこと。看護師さん寝てみればわかりますよ、
ベッドに寝ると聞こえてくるんです。本当に？本当です。で彼女はそのベッドに乗って横になったって言うんです。そうするとうーんと音がして、確かに聞きようによってはぶち殺せ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 って聞こえたって言うんですよ。え？ベッドを降りて下を見てみると、そこには暖房の風が出てくる口が開いてるって言うんですよ。でもそれは遠い昔、遥か昔に使われたもんで、今は使われてないんですよ。今は別の暖房ですから。ところがその昔の暖房の風が出てくる口っていうのが今でもその残ってる。それちょうどベッドの下にある。そこに耳を近づけると、ぶち殺せぶち殺せぶち殺せ。そうか、患者が横になって寝てると毎晩毎晩毎晩これが聞こえてくるんだ。要するに患者は暗示をかけられてしまうんだと思ったんですよ。ですぐに他の看護師さんを呼んで、悪いけどこの患者さん預かってくれないかと、ちょっと危ない感じもするから頼むよっていうことで預けた。それで府庁さんのとこ行ってね、あそこに暖房の口がありますけど、あれはどこでそのモーターが回るんですかって言ったら、いやモーター回ってないわよ、ずっと昔は使われたらしいけど、で口は残ってますよねって、残ってるって。だけど多分そのモーターならばこの地下の機械室があって、そこに元があるんじゃないかしらね、もっとも誰もあそこ行ってはしないんだけど、でももうモーターが回ってるわけがない、でもおかしいんです、あれモーター回って聞こえるんですけどって言ったら、バカね、そんなことあるわけないじゃないって笑っちゃった。じゃあ自分で行ってみようと思って行ってみた。地下へ降りていったら全然違うって言うんですよ。状況が長いこと使われてないから埃だらけ、おまけにその通路、埃だらけの通路には人体模型やらないから全部置いてあったんだ。てーっと、わけのわかんない金庫置いてあった。あれと思ったら、日本なんとか帝国なんて書いてあるんですよ。待てよこれ、これもしかすると旧日本軍のもんじゃないかなと。旧日本軍の医療部隊か何かのものが置いたんだぞ、そのまんま埃かぶって。瞬間ゾクーッと寒気がしたんですよ。じゃあここで何か行われたのかなと。だん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 近づいてった。モーターの部屋らしいのが向こうに見えてきたんですね。ドアの前まで行った。ウィーンって鳴ってるって言うんですよ。だって今は疲れてないんですよ、電気も来てないんですよ。なのにウィーンって待ってんだって。嘘だ、こんなバカなことないやと思ってドアイーって中にピシッって火花を出しながらモーターが回ってるって言うんですよ。嘘、古いモーターが真っ暗闇で回ってるんだって。ウィーンって黙って立ってると、それがぶち殺せ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 。その部屋はね、実際に何人もの人が死んでった部屋だそうですよ。恨みを持った連中がモーターに取り付いたのかどうか知らないけれども、冬場寒くなってくると使ってない暖房機がぐるぐる回ってぶち殺せぶち殺せ言ってるんですよね。殺しの主犯は古い日本軍のモーターだったんですよ。例えばこんな世界を思い浮かべてみてください。真夜中、一人暮らしの部屋でゴロンと横になっている自分を、眠いんですがなかなか寝つかれないんです。神経が起きてしまって小さな音にも敏感に反応してしまうんです。そんな時は呼び込んでしまっているんです。これはそんなある深夜の出来事なんです。私のね、知人のね、娘さんが一人だけの時間が欲しいんでっていうんで、まあ無理言ってですね、親にね、で一人暮らしがしたいって言ったわけですよね。でその親父の方もまあね、一緒に一回ぐらいは親も離れて一人暮らしもいいだろうということでもって、アパート探し行ったわけですよ。でそのアパートっていうのがね、こう通りがありますよね。大して広い通りじゃないんですが、まあその通りがあって、その道のすぐ横が少しこう地べたが盛り上がって高くなってるんですよ。石垣みたいになってて、せいぜい70センチか80センチぐらいの高さなんですが、その上に立ってて塀も何にもないんですよね。でガラス窓がついてるんですよ。だからそのガラス窓はついてますけども、
要するに覗かれないですわね、高いから。で逆に火事だなんだったらすぐ逃げれるし、逆に帰ってその道に面してる分だけ空き巣だとか泥棒の類も入らないだろうから、帰っていいんじゃないかと。それでオートロックもあるしこれでいいやということで持ってね、で話決まったんですよ。で引っ越しもしましてね、でいよいよその明後日がその新入社員のための歓迎のいろいろ式典なんかあるわけですが、その前の日に呼ばれて、会社でもって自分の部署がありますから、そこのこの集まりがあってね、で結果的に飲んだわけですよ、そこで少しね。それで帰ってきたんです、アパートへ。それが初めての日ですよね、アパートへ行く。で来たんだけれども、布団敷くのがまだ面倒で、こたつがあったんですよね。それでこたつにゴローンって横になって足突っ込んでたんですね。そのうちにうっつらうっつらしちゃったんですね。まだ春先ですから多少はこれ寒いですしね。でうっつらうっつらって言ってましたけどね。ゆきちゃん、ゆきちゃん、声がすんだそうですよ。ゆきちゃん、なんだろうなと思ったけど、夜の夜中ですからね。あ、そうか、きっと散歩されてんだな。最近は犬とか猫をね、人間の子供やなんかみたいな名前つけるの多いですから、多分ゆきちゃんって犬の名前だろうと思って黙ってたんですね。ゆきちゃん、ゆきちゃんって言ってんだそうですよ。まあ、そうこうするうちにやっぱり多少飲んでますから、またゆたーっとして寝ちゃったんですね。まあ、翌日会社行って、まあ顔合わせがあって、結果的にはその新入社員の歓迎のパーティーかなんかになって、宴会でバーッと盛り上がって、お疲れ様でした、じゃあ頑張っていこうねってんで帰ってきたわけですね。それで家に着くとたった一人ですし、やることもないし、こたつに足突っ込んでゴロンって横になっちゃった。布団敷くのもめんどくさいから、もういいやこれで。それで潜ってコローンって横になってました。どのぐらい経ったか知らないけれども、ゆきちゃんってこれで目が開いたんですよね。あ、そうだ、昨日も確かあんなこと言ってたな。ゆきちゃん、声が入ってるんですね、外に。なんで私の家の前で言ってるんだろうな。そのうちに、これは違うぞ。どうも向こうは自分を呼んでるようだ。でも私はゆきちゃんじゃないし、なんで私のこと呼ぶんだろう。確実に向こうが、ゆきちゃん。こっちへ声をかけてるって言うんですよね、自分の方へ。やだなぁ、気持ち悪いなぁ。そう思いながらも、うつら、うってらしたのね。ゆきちゃん、あまり声大きいもんだ、ひょいっと見たら自分のそのアパートの窓ガラスにビタッと影が映ってるって言うんですよ。ちょうど胸から上でもってこっちを覗くように、その指先がしっかりと窓枠についてね、こっちを覗いてるらしい。ただすりガラスになってるもんだから、シルエットしかわからないけど、明らかに一生懸命メイクつけてこっちを見てる。で自分に呼びかけてるって言うんですよね。ゆきちゃん、やだなあの人、考えてみりゃ立てれるわけないんですよね。通りよりも高くなってるところにまた立ってくるわけだから、普通外からこう覗けるわけはないのに、まあ、その時気がつかなかったですね。で一生懸命向こうは何しろ張り付いて、ゆきちゃん、読んだから嫌だな、見られて嫌だなと思ったから、いやいや溶けちゃおうと思って布団の中に頭つくんで、そのまま横になったんです。そうするとやっぱり温まってきますから、うちらしちゃうんですね。しばらくしたら、ゆきちゃん、部屋の中で声がしてるんですよ、自分の部屋の中で。来てるんですよ、部屋の中に。やだなと思ったら、つつつつってするような音がして、ゆきちゃんって感じです。お前やだ、どうしようと思って、それでも寝たくしてとぼけたんですね。そしたらカツンと自分の背中のところに膝が当たったって言うんですよ。うわどうしよう、この人来てるんだ。その時彼女思ったんですね。そんなはずはない、オートロックがかかってるしね、こんな早く田舎入れるわけない、音なく来れるやつったら、そんなもん人間じゃないですよね。ゆきちゃん、ゆきちゃん言うんだそうですよ。ゆきちゃん、ゆきちゃん、どんどん近寄ってますよ。でもそれは人の気配ではないって言うんですよ。うわー、体中固まるような思いで布団の中で持って、生身だく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 言ってると、自分のその被ってる人がぐーっと押されたんですよ。ちょうど顔を横にしてますから、右側の耳のところをぐーっと布団を押してくるって言うんですよ。それもどうやら相手は自分の顔面で押してるらしいんですよ。布団もぐぐ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 っと。それで耳のあたりに相手の口が来てるの分かった。息がかかるって言うんですよ。ゆきちゃん、うわ助けて、生身だ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 と耳のところにこうくっついてきた、その口元がぐーっと動いて布団越しに、そんなこと言ったって帰らないよ。例えばこんな世界を思い浮かべてみてください。山の中の一軒家でたった一人人の帰りを待っている自分を。
いくら待っても帰ってこない。孤独、恐怖、そんな時にはきっと何かが起こっているんです。そしてやっと帰ってきたその待ち人は、これはそんなちょっと切ないお話なんです。あ、彼らの来たようです。大学のサークルで仲のいいグループがあって、でこの A 君と B 君と、まあ女の子がいるんですが、でも学校も終わるからって言うんで、でみんなでもってそのサークルの連中が遊び行くことになったんですね。ただこの A 君と B 君と彼女はちょいと早めに出て、他で寄り道してからそこへ行こうと。と寄り道っていうのは他にそのペンションを借りてそこで遊ぼうよって話になったんですね。でこの A 君と B 君大変な親友なんですが、このもう一人の女性っていうのは実は A 君と大変仲がいいんですね。ところが B 君も彼女のことを好きなんですよ。ただそれお互いに分かってるもんですから、多少遠慮もあるんですけど、でも A 君と B 君本当だったらば、二人で行くよりも A 君は彼女に行きたかった。かといって B 君をほっぽらかすのも悪いから、結果的にさあ三人で行こうやと。B 君に彼女がいるならば話は別なんですが、B 君いないわけですから。で行ったんですね。そのペンションって言ったって名前ばっかりと思ってついてみると、このボロボロのね、山の中の小さなその建物だったそうですけども、そこへ着いたの。で、どんごみんなで、おーいって入れた。で、準備した。じゃあちょっともう腹してたからなんか作ろうやっていうことで、こう彼女の方がですね、野菜を切ったりなんかし始めたんですね。そうしたら足りないっていうのはそうですよ、ガスがね、あのボンベのガスが、これだけ足りないかもしれない、弱っちゃったねって。そうだ、来る時にコンビニがあったから、この山のふもとまで戻りゃね、買ってこれんじゃないかって話になったんですね。でも早く行かないと暗くなっちゃうし大変だから、じゃあどうしようこうしようって話だった。かといってその B 君は免許を持ってないから、 A 君が一人で行くってのもどうも嫌だし、彼女と二人で抜けていくってのもなんか気の毒な気がするから、結果的にはじゃあ A 君と B 君で行こうと。それで彼女が残ることになったんですね。で一人でもって待ってるわけですが、二人は車に出てったんですね。時間が経つんですけど、全然帰ってくる気配がないんですね。辺りはだん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 暗くなってくるし、風は出てくるし、ね、不安になってきたわけですよ。それはやっぱり怖いですよ、山の中のね、家一軒たった一人でいるんですから怖いですよね。風が吹いてくるし、なんかバタン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 と物音するし、いや嫌だなと。たまにとりあえずニャーなんか泣いたりするわけですから、たまんないですよ。ああ帰ってきてほしいな、どうしたんだろうな、いくら待っても帰ってこない。夜中になった頃に、おーいってなそうですよ。え、おーいってなそうですよ。声がするね、うわーっと。おいおい開けてくれよ、おいおい、 B 君の声がしたの。あ、B 君の声だと思って飛んでって。で、玄関のドアを開けてみると、おーい、どうしたの？だん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 近づいてくる。中の明かりでヒュッて見てみたら血だらけになった B 君が立ってんの。うわー、どうしたの？って。いや、驚かないで聞いてくれよ。実は麓でもって、そのガスのボンベを買って、車でもって上がってきた。と、急に山へ入ったら霧が濃くなった。で、ハンドルを握ってる A 君が神経質に運転はしてたんだけど、途中でもってちょっと車がスリップした。慌ててその位置を変えようと思ってハンドル切ったら間違えて谷底落っこっちゃったんだよ。しばらくして目が開いてみると、真っ暗闇の中になんか俺倒れてたんだけど、体は痛いけどどうもどうやら体が動くんで、あ動くなと思って、隣の方の A 君を見てみたら、 A 君がピクリと動かないんで手探りで触ってみたら、 A 君死んでるんだよって。え、本当に死んでるんだよって。彼女にしてはショックですよね。自分の好きな男性が死んでるって今言われたんですからね。俺の力じゃどうすることもできないし、あいつ置いてきたんだけど、もう死んじゃってるし、どうしていいか分からないけど、まずこれから悪いけど荷物を畳んで行ってくんないかなと。あいつのとこ一緒に行ってくんないかなと。え、あいつ一人なんだよ、俺じゃどうしようもできないから、これからの谷まで行くから一緒に来てくんないかなと。で泣き泣き彼女の方も分かった、もう突然のことでもって目の前何が起こったか分からない、恐怖と悲しさでもってもう無我夢中ですから、一生懸命荷物をこう畳んでるわけですよね。それをじーっとビークが立って見てるわけですね。彼女はもうとんでもなく涙が流れるわけですよね。それで支度をしてる。荷物をこう集め始めたのね。さあ急いでくんないか、早く行こうな、早く行ったろな、早く行ったろ、大丈夫か、頼むぞな、早く行ったろ、うんうんうんって言いながら泣きながら、うん、支度して支度をしてると、遥か彼方の方で、おーい声がした。うん、おーい、こっちへ向かってくる。おーい、え、 A 君の声、今死んだって聞いたから、え、 A 君の声ですよ、自分の愛する A 君なの。
本当、どん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 声が近づいて、おーい、慌ててビークがバーッと走ってって玄関のドア鍵閉めちゃった。カシッ。で、え、違うよ、あれは A の声だけど A じゃないんだ、あいつはもう死んでるんだ、いいかい、あいつは君をあの世へ引っ張ってことしてるんだからね、絶対言っちゃいけないよ、君まで死んじゃうからね、あいつに連れてくれちゃいけないよ、いいね、絶対言っちゃいけないよ、開けちゃいけないよ、鍵閉め、おーい、おーい、おーい、ドン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 、開けてくれよ、ドンドンドン、開けてくれよ、彼女思わずこう言ってみようと、助けてあげたから開けようとするんだけど、ビッグが言っちゃいけないよ、開けたら危ないよ、いいね、開けたら君まで行って一緒に連れてかれちゃうからね、開けちゃいけないよって言うんだから、いけないと、向こうではドンドンドンって開けてくれよ、開けてくれよ、 A 君の声がする、開けてやろうと思うと B 君が開けちゃいけないよ、開けたら君まであの世に連れてかれちゃうよ、いいね、絶対開けちゃいけないよ、向こうでドンドン、開けてくれよ、開けてくれよ、いいか、開けちゃいけないよ、開けたら君まであの世に連れてかれるんで、いいね、開けちゃいけないよ、ドンドン、開けてくれよって言うもんだから、とうとう彼女我慢ができなくなって、ダーッと走ってって玄関の鍵ガシャッとバーッと走る。真っ暗な外のその霧の中にボワーッと立ってる、中にがふっと映ると血だらけになった A 君が立ってるわけですよ。えっ、ー、と、そっと A 君が入ってきて、驚かないでくれよ、麓でもってガスのボンベ買ったんだ、山道入った時に B がハンドルを変わりたいって言うから俺運転変わったんだよ、しばらく上がってきたら B のやつが神経質なの出てきて急にスリップしちゃったんだ、慌てて彼がハンドル切ったら谷底へ落っこっちゃったんだ、真っ暗闇でもって気がついたんだけどね、自分の体はどうにかと動くんだ、同じことを言う、全く同じことを言う、手探りでもって触ってみたら B が死んでるんだよ、自分の体だけで精一杯だから小林どうにか歩いて帰ってきたけど、これからは一人でどうしようもできないから悪いけど荷物を片付けてくれないか、これから麓へ行って助けを呼ばなきゃなんないから一緒に来てくれないかな、うん、急いでくれないかな、うん、その時彼女ふっと思った、今違った B 君が言ったと同じことよ、ただ違うのは B 君は一緒に来てくれないかな、で現場へ行って A 君を助けてくれないかなって言った、もうすでに死んでる A 君をね、ところが A 君は麓へ行って助けを呼ぼうと言った、へっと思って横を見たんです、 B 君はいなかったんですよね、死んだのは B 君だったんですよね、B 君は自分が死んでるから彼女を連れて行こうとしたんですよ、 A 君は本当に生きてるから麓へ助けを呼びに行こうとしたんですよね、死んだのは B 君だったんです。例えばこんな世界を思い浮かべてみてください、自殺の名所と言われる場所に一人立っている自分を、死者の霊がさまよいまた新たな死者を迎え入れようとする恐ろしくも不思議な世界、でももしそこが死を望む者を迎え入れるばかりでなく何気なく訪れた者を死へ誘い込む場所だとしたら、それは自殺の名所というばかりでなく人を殺すまさに呪われた場所ですよね、そんな場所が東京にあったんです、それも私の身近に、そこなんですよ、そこに、私の実家っていうのは中央線の国立というところですね、東京でも都会の方なんですがね、ありましてね、でもうこれは結構今から、10年というかもう20年ぐらい前の話になるのかな、その頃私の後輩たちがですね、近くに住んでたんですよ、で一人はその新聞配達なんかやってるやつがいたんですよね、でよく遊び来るんですよ、でそいつがね来ちゃ言うんですよ、いやなっちゃったですよ、また見ちゃいましたって、何を見たんだよって、いや飛び込み自殺ですって言うんですよ、おいまたあったのかって、あったんですよね、それも同じ踏切ですからね、嫌になっちゃいますよね、小さな踏切がいくつもあるんですね、その国立と立川内にあるんですよ、で必ずそこを突っ切るんですけど、で今までにも何回かそこでもって自殺を見てるって言うんですよね、で白い布をかぶって警察の人が動き回ってて、そこ通るのすごく嫌だって言うんですよね、自分の家ってすごく近くなんですよ、なもんですから嫌なんだって言うんですよ、あそうまたあった言ってました、
でもなんとなくその彼の話で気になったのは、そこに限ってだけその飛び込みの自殺があるんですよね。おかしい話なんですよね。へえーと思ったんですよ。その時たまたまあるその放送局でもって出前のその盆踊りってやってるって言うんですよ。それでやはりうちの実家のその近くであって新流年に付き合ってる家なんですが、そこが幼稚園をやってましてね、そこでもってその出前のその盆踊りやってくれないかという話があったんで、私頼んだんですよ、その放送局の友達に。たら、ああ、助かった。こっちも行く場所なくて困ってたんだ。それは助かったよって。じゅんちゃん行くよって言うから、ああ、頼むね。で、行ったわけです、彼たちね。で、まあそれが終わったんで、2、3日って私はお礼の電話入れたんですよね。どうもありがとうって。いや、こっちこそ本当にどうもありがとう。言いながらディレクターが、じゅんちゃんさ、聞きたいんだけど、国立の踏切なんだけどさ、変な踏切って何って言うから、何その変なのっての。いや、ちょっとあったんだけどって。帰り道迷っちゃって。太い道から行くはず、なんか細い踏切出ちゃってさ、車自体やっと通るとこなんだよ。で、なんて言ったかわかんないんだけど、ドライバーの人も不思議だったんだけどね。そこでおかしいことがあったとか、何があったの？いや、線路で越そうと思ったらさ、急に車が止まっちゃってさ、慌てふためいちゃってね。で、みんなでもって、ああだこうだ押しこくったりなんかして、それでやっと動いたんだけど、しばらく経ったらドライバーが踏切で止まった時に、何気なくひょいっとこう見たらば、車のところに知らない女の人がいるように見えた。全然この車には故障はなかったし、おかしいことないのに、なんかあの踏切の上でもって、まるで誰かに引っ張られたような感じになっちゃった。それを見かけたって。変だよねって言うから、いや、そんなことないよ。それ多分、この、こういう場所じゃないかって私、場所行ったんですよね。そしたら、ああ、そこの場所、その場所って言うんですよ。いや、実はね、うちのその後輩が毎回毎回そこね、通るたびによく見るって言うんだよ。自殺がある場所で。何、あそこ自殺があるのってあるらしいんだ、飛び込みが。やだなぁ。じゃあ何、じゃあ、ドライバーの人がこう、ちょっと見たっていう、それきっと例かねってから、もしかするとね、って言ってたんですよ。俺行ってみようかなってから言ったんですよね。で、その番組になるかどうかは別として、取りに行ったんですよ、彼が。スタッフを連れて、その踏切へ。どういうことが起きたかっていうと、まずその霊的なものがあるんではないかというんで、その女の人を立たせたんですね、踏切のところに。それで隠れて、カメラとその、要するに映像の方の VTR を両方回したんですよ。要するにパチカメというやつと映像を回したわけですよね。それでみんな隠れてたんですよ。で、その時間帯っていうのが、その自殺が一番多い時間帯を調べてみると、どうも朝一番の貨物の列車が通るらしいんですね。電気会社引っ張られて。それに飛び込みがあるらしいって言うんですよ。当時。じゃあその列車の時間に合わせようと。まだ薄暗いうちなんですが、みんな出かけてって待ってたわけですよね。そう、女の子怖いですよね。いいか、慌てんじゃないと大丈夫だぞ。いいか、見るから大丈夫だぞ。みんな待ってるわけですよ。やがて、その立川方面から、こうパッと晴れさせて、フィーっていう汽車の音がしたんですよ。あ、来た来た来た。ガーッとこっち向かってくるわけですよね。あまり女の人にこの異常はないようなんですね。とそのうちにこの女の人の方がこう揺れてるって言うんですよ。前後して、ふら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 言うと、あ、揺れて危ねえなと思って。列車はどんどん来るわけですね。フィーってチャチャチャって来るわけですね。そしたら、女の人はこう前へ出そうなんだそうですよ。で、必死に自分でもって来られてるのに、自分自身でもって前へ出る体も自分で押さえてるような変な形になってるって言うんですよ。おい、どうしたんだどうしたんだ揺れてるんです。でももうちょっと待て、もうちょっと待て、カメラ待ってるんですよ。こっちもパチカメラ撮ってます。ピシャピシャ撮ってるんですよ。で、だん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 列車来る。もう形が見えてるんですよ。すぐそばで、ふーって、ふぃーって来たんですよ。そうすると、女の人の方が、うーんと前へ出たわけですよ、踏切から。そのまま一回引かれてしまいますよね。うーんと前へ出たの。で、失神になってもがいてるんですよ。で、もう列車はもうすぐだった時に、ほとんど体が宙を飛び出して、ポッと出そうになったんで、あらーってガンと押さえて、パッと引っ張り戻した。列車がガガ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 ガどうしたのって聞いたら、なんか知らないけどすごい力で押されてて、どうにもこうにもその踏切からその線路まで飛び込みそうになってどうしようもなかった。で、ちょっとじゃあ調べてみようよ。じゅんちゃん調べたんだよって言うんですよ。どうなったって聞いたんです。すごいよって言うんですよね。というのは、パチカメで撮ったカチッカチッと写真、それをいくつかあったんですが、サボットじゃなかったんだけども、映像の方の動いてる VTR の方、その女の人撮ってるのに、ある瞬間から女の人の立ってる足元に白いものが固まって見えるって言うんですよ。それがよく見てると、しゃがんでる女だったんですよ。もう一人。みんな見てるんですよ。そこには女の人一人しかいないんですよ。なのに、映った映像には、いつからか知らないけれども、立ってる女の人の足元にもう一人しゃがんでるやつがいるんですよ。白いやつが。それで、向こうに、こう明かりがついて、列車が近づくシーンですよね。そしたら今度は、その女は中腰になって、立ってる女の人のことを押してるって言うんですよ。腰の中でぐっと。それで、もがいてるって言うんですよ。こうやって。それで、かなり列車が近づいて、もう形が分かる時になってくると、その女が完全に立ち上がって、後ろから肩を思いっきり押してる絵だったんですよ。でも、現場にいた人間は誰もそれ見てないんですよ。でも、映像には映ってないよ、純ちゃんって言うんですよ。女が押してたんですよね。純ちゃん、あそこ飛び込みが多いって言うけど、多分、あいつにやられてんだねって言うんですよ。今でも事故があるんですよ。なんと今年もあったんです。去年もあったんですよ。
今年はそこで2回もうすでに起きてるんですよ。今もいるんですね、きっとあいつ。その女性はね。例えばこんな世界を思い浮かべてみてください。何度となく見る夢の中にいる自分を何度も見ているんですから、夢の中身はお見通しのはずですよね。その中にあって、次はあれが見えてくる、であんなところで出るなんてね。でもその夢が本当にそれで終わりかというと、そうでないこともあるらしいんです。そしてその夢が現実の世界と交差する不思議な世界だとしたら、その結果は知らない方がいいのか、それとも知っている方がいいのか、これはそんな夢と現実の錯綜する中で起きたお話なんです。これ一般の奥さんからいただいたというか教えられた話なんですけどね、この方が、旦那さんの仕事の関係でもって転勤されたんで、自分もその他の都市へ行ったわけですよね。まあ、行った新しい都市ですから方向わかんないわけですよ。西も東もわかんないです。ただ、その道路辺行けばスーパーマーケットがあって、どこに何があってっていうのはわかるわけですよね。で、まだ行って間もない頃なんですが、どうにか自分で買い物はできるようになったんですけど。ところが、その頃から必ず同じ夢を見るっていうんですよね。で、自分としてはこれ夢だと思えないような気がするんですよ。それどういうことかっていうと、夜中になると気がつくと自分は外にいて、で、黙ってその昼間買い物行くその道を歩いてるんだそうですよ。しばらく行くと踏切があるって言うんですね。で、踏切のとこまで行ってふっと気がつくと、その向こう側に誰かが立ってるって言うんですよ。で、夜遅い時間ですから、電車も何も通らないわけで、踏切を渡ろうとは渡れるんだけど、なんか渡るのが嫌だった。ただ向こうにあるぼーっとした影がじーっと自分を見てる。ただそれだけのことなんですよね。ところがそれを何回も何回も見るんだそうですよ。で、実際にその踏切も、その歩いていく道も、現実自分が普段歩いてるのと全く同じだったんですよね。夢の中とは思えないって言うんですよ。で、なんであの夢を見るんだろう。それで、私の方をじっと見てる一体あれは何なんだろう。どうも、それが生きてる人間とは思えない。意味がわからない。そういうことはずっと続いたんですよね。で、ある日考えたんですよね。そうだ。今度もしあの夢を見たらば、ついていってみよう。そういうふうに決めた。で、夜寝るときに、よし、今日あの夢を見たら絶対ついていくぞ。絶対ついていくぞって決めて寝た。ただその日やっぱり夢を見たんですよね。気がついたら家の外にいて、道を歩いてる。そのいつもの夢のパターンですよね。ずーっと歩いてる。で、しばらく歩いていくと踏切が見えてきた。ふっと思ってみたら、案の定向こうで立って待ってる人がいるんだそうですよ。いつもは立ってるだけなのに、その日は自分を呼ぶような格好したってんですよね。まるでついてきてというように。よし、気がついていこうと思って、ついてったって言うんですよ。そしたら、踏切の向こう側をスーッと歩いていくんで、後から行くと、横に曲がって坂道上がってったんですね。ああ、坂道上がっていくなぁと思って、とっとっとっと坂道上がっていく。ほんと横丁また一つ曲がったんで曲がってみた。ほんでもう一回曲がったんで曲がってみると、そこが大きいお墓だったんですね。墓地へ入っていくって言うんですよ。あれーと思ったけど自分ついてった。墓地の中ほどまでついてったら、ふっと消えちゃったって言うんですよ。あれ？どっち行ったんだろう？おかしいなぁと思ったけど、帰ってきた。もちろん朝目が開いた時には布団の中ですよ。私は夢見たのかな、だけど本当に行ったんだけどなと。それじゃあ一つ昼間行ってみてみようかと。それでいつものように道を歩いて踏切まで行ってみた。そうだそうだ、ここだったなと。でその昨日歩いたと同じように行ってみると曲がって上り坂になってる。え、自分は越してきたままないですから、そんなに知らないわけですよね。なんだ、昨日と同じじゃないか、あるじゃないか現実に。行ったら何なんだろうと。ずーっと坂道上がって、一回曲がる。曲がった。また曲がる。ちょっと目の前に広い墓地が広がる。あ、墓地があるじゃないか。じゃあ私一体何見たんだろう。現実私はここ歩いたのかな。で、お墓の中央でまで行ってみた。ここまで来たんだよなーって思ってた。で、キョロキョロ周りを見てたんだけど、別に何ってこともないし、一体なんでこんな夢見るんだろうなーと。で、何気なくそばのこの墓石見たらば、端っこがそこ欠けてたんだ。あら、これ欠けてるなと思ったんですよ。で、帰ってきたんですよね。それから何日かして、いつものようにごく普通に買い物行って、その踏切渡ってね、近くになるとスーパーで買い物した。
スーパーの中はですね、人でごった返してましてね、忙しい時間なんでしょうね。で、彼女の方もですね、あれだこれだ物探しと。と、なんか向こうでもって自分の方にこう手放して声をかけた人がいるんですね。え？見ると、あちらの方でこっちに懐かしそうな顔してる女がいるんですよ。言ってみると、懐かしい幼馴染の女の子。いやもう今うちの大人になってるわけですが、その人がこちらにニコ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 笑いながら、わあ、ずいぶんしばらくね、いやあ、しばらくね、まあ、聞いてみると、こちらが越してきてる。自分もこっちが越してきた。ね、いや縁というものは面白いもんだなってんで話がどん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 盛り上がったんですが、そうするとその幼馴染の女の子、まあその奥さんが、あ、いけない、もう時間がないから私帰らなくちゃいけないわ、今度は一度遊びに来て、ねえ、ねえ、知ってるわよね、ええ、で彼女が言っちゃった、別れて家帰っちゃった。でも考えてみたら、その幼馴染のうちなんか行ったことは一回もない。でも知ってるわよねって言われた瞬間に、ええって言ってしまった。あれと思いながら台所の仕事を始めた。その時に、ん？思い出した。あの夢に出てくる踏切の女、あの女なんですよ。幼馴染は紛れもなくその幼馴染なんですよ。え？知ってるわよね、もしや、そう思ったんですよ。よし、じゃあ行ってみよう。日を改めて墓まで行ってみたんですよ。なんでここで消えたんだろうなと思いながら、見るとはなく端のこけたその墓石を眺めてひょっとくみたら、名前が彫った。名字は変わってるけど、名前は間違いなくその人で、年齢も自分と近い年齢で亡くなってるんですよね。たまたまご住職が来たんで聞いてみたらば、あ、こっからすぐ近いところの奥さんで亡くなられたんですよ、去年。こういう人ですよねって言ったら、そうです、夢に現れたのは幼馴染だったんですよね。偶然同じ町に自分が越してきたもんだから、懐かしくて呼んだんでしょうね、きっとね。そういう不思議な体験をしましたよって教えられましたね。例えばこんな世界を思い浮かべてみてください。突然の大雨に飛び込んだ古い屋敷の軒先の自分、よく見知った町のはずなのに、初めて見る屋敷、そこには謎めいたものがあります。ドアを開けて中へ入ってみると、これはそんな雨の降りしきる夜の出来事です。市ヶ谷にね、荒れた屋敷があったんですよ。誰もそれ寄りつかなかったし、私もね、うわ、随分こんな屋敷があるもんだなと思って今見ることがあったんですよ。ところがこれ結構ね、アベックさんなんかがね、近くで飲んだりするとこういうのが漬け込んだりなんかしてね、悪さするらしいんですよ。でもほとんど触れ上がって警察に逃げてくるっていう話が有名だったんですよ。一体何があるんだろうかと考えたら、周りはどんどん立派なビルになってるのに、その一角だけは古いまんまの建物がその鬱蒼たる木に囲まれて残ってるんですよ。非常に不思議な状況ですよね。確かにそば行ってみると普通ではないんですよね。で、後にこれがある人から聞いたんですよ。いや、知らなかったの、あそこにこういう話があるんだよ。それね、たまたまその学生時代、まあ、つまり大学があるんですが、その学生時代の友達たちがしばらくに会ったんですよ、高までもってね、まだみんな独身なんですがね。それで会って、おー、飲もうやってで、ワイワイ飲んで、それでまた次の店行ってワイワイ飲んで、もう帰ったっていいんだけど、なんとなくしばらくぶりだったものは嬉しいし、学生時代のその街ですから、あっち行ったりこっち行ったりあっち行ったりこっち行ったり飲んだんですね。飲んでるうちに、じゃあもう電車なくなっちゃうから帰ろうかと。そうだな、電車なくなっちゃうから帰ろうか。で、歩き始めたんですね。ところがみんな方向が定かじゃないんですよ。あっち行ったりこっち行ったりしたもんだから。おい、道間違えたんじゃねえかこれ。いや、あってんだろ、これでいいんだろ。なあ、こんなもんだよって。何言っても学生時代でしょっちゅうこら辺歩き回ったんだから、道間違えるわけねえやなんか言って、一人が先頭歩いたんですよ、ずっと。そしたら、ポツン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 と雨が降り始めてきた。うわ、おい、雨降っちゃったよ、どうしようかと思ったら、バタ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 と、だん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 雨が強くなったら、おい、どうしようどうしようと、おい、どうしようと、おい、こっちこっちとか、なんだよ、こっちこっち、なんだよと、走ってって、
先頭のやつ走ってからみんなついていくと向こうにその屋敷があるわけで、おあそこでいい、あそこあそこで休もうやと、おいや悪いんじゃないか帰っちゃう、いいよいいよと、そこにロープがかかった、立ち入り禁止の、お前まずいよ、お前立ち入り禁止書いてあるよって、立ち入り禁止ってことは人がいねえんだからいいじゃないかって、お前乱暴だなって入ってた。それでその人の玄関口の軒下に立ったんですね。あと連中立ったんですよ。雨がザーッと降ってるわけですよね。夜中の雨ですから寂しいですよね。立って。おいどうしようかな、おい。やみそもねえな。駅までこいつ行けねえぞって。電車乗れなくなっちゃうどうしようかなって。そしたら、あ、ガチャ、ガチャって一緒になってる。お前何やってんだよ。名前だって軒下で待ったらしょうがないだろう。ねえ、だったら中入って待った方がいいじゃないか。お前それ家宅侵入なんだから、家宅侵入なんないよ。お前人が住んでるら別だけど、こんな空き家だからお前入ったって別に問題ないよ。ドアが開いちゃったって。結構これみんな入ってんじゃねえかこの家、それで中入ってたら中真っ暗ですよ、明かりはもちろんないから、でその先頭行ったやつはこう中覗くと部屋がボロボロだそうですよ、うわ汚ねえなお前もうこれ畳抜けちゃってんじゃねえかと、でまた次の部屋今度とこなんだここもすごいな、ずいぶん汚れちゃってんなお前、ほこりだらけでもすごいぜ、ライターがつけてずーっと次の覗くとまたボロボロになって、うわすげえなボロボロじゃねえかこの部屋って、もういいよとかその辺で待ってよやって、こんな暗いとこやだよ、いいよ暗くたってお前雨当たんねえだけいいじゃないか、廊下のどん詰まりのとこ行っていーっとカチッてライターつけた、あれここだけ新しいなおい、綺麗だぜここ本当だよおい、誰か住んでんじゃねえかって、住んでやしたいだろって、じゃあここで休もうか、そうだな入ってくっちゃってなんかうんだぞ俺、なんだやだなおい、ライターでつけて見てみると古い腐ったような花束がそのまま置いてあった、なんだよこれ、出してポーンと蹴って、それでそのままドーンと座っちゃった、みんないいように酔ってるもんだから中にはぽっくりこっくり始めたと、外はどんどん雨が強くなってザーッバチ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 って窓に当たるような音がする、すげえ雨になってきちゃったなーい、でまたライターがつけると周りがうっすらっと見える、で消しちゃうと真っ暗になっちゃう、でまたライターつけると周りがファーッとまた真っ暗になっちゃう、いやだなおい、どうしようかな、電車もねえだろうなって、これでまたライターパッとつけた、でふんと思ったらライターをつけてる人間の向かいにいた人間が何とも言えない目で一点方向を眺めてる、じーっと、うん、なんだよ、うん、でまたライターが消える、またパシッとつける、そいつがもっと真剣な目でじーっと見てる、うん、小さな声出ようや、ここ出ようや、なんでこてんだよお前、いいよもうちょっとやんだらお前出ようや、こいちゃいけないよ、ここいないお前出ようや、こいちゃまずいから出ようや、なんだよ、うん目立つの、うんぼや、何がだよと、もう一人がまずいまずいよ、ここが出ようや、うん、声が震えてる、なんだよ気がつかないからライターつけてる、なんだよちょっとライター消えた、そしたらもう関係なく立ち上がったんだ、おいちょっと待て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 よって言いながらライターつけてピュッと部屋の中見るとみんながこう輪になって座ってますよね、部屋の隅の方に何かがいるんだよね、背中を向けて一人座ってたんだぜ、じーっとさっき部屋の置いた時にはそんな人いなかったんですよ、背中を向けてじーっと座ってた、誰だろう行こう、あれ違う、行こう、二人は完全にもうビビり上がってた、さあそれがスッと動いたら気がついたんですよ、いいから早く行くんだよバーッと、なんだよバシャーッと食べた、その時分かったんですよ、絶対あいつ人間じゃないよ、分かったんですよ、みんな部屋がすごく寒くって普通じゃないよな、慌てて食べてバーッと、ステルがバターッと削られてた、さっきの立ち入り禁止の締めに削られてバターッと、大丈夫だ大丈夫、痛っ、おー大丈夫、走って逃げた、ふっと振り返ったら部屋の中でブワーッと赤く燃えてる人玉のようなの見たんですよ、なんだあれって、見たろ見たよな、ああ、あれは幽霊に決まってるじゃないか、ダーンと入った時の人が、そういえばお前昔さ姉の屋敷でもって死体が上がったってあったよな、あったあの屋敷ってあそこだよなきっと、言ったって言うんですよね、市ヶ谷の屋敷あったんですね、そういうところが。例えばこんな世界を思い浮かべてみてください。
夜中に国道をドライブしている自分を、車の中は密室、そして自分一人がそこにいる。ドライブの最中に起こる怖い話といえば、乗せた人をふと見ると消えていたり、その逆で誰かが乗っていたりというのをよく聞きますよね。でもその時乗せた人は消えも隠れもしなかったんです。ある場所へどうしても行きたかったんですね。その人はどうしても。これはそんな一人の女性を乗せてしまったことから起こったちょっと悲しいお話なんです。国道の246号線であるんですね、まあ、通称ルート246ってますが、まあ、東京の街中走ってるんですけど、そこを若い学生2人がパーッと車飛ばしてた。で、彼らはっていうと、まあ、横浜に近いところにその車を運転してる彼 の, そのアパートがあるんで、今日は2人そこで泊まろうやって言うんでね、男同士ダーッとしてた。どうせだろう、お前とこやったらだろう、食うもんないんだろう、もうねえな、じゃあどっかで買い物しようやってことになって、あーあるあるある、じゃああそこにしようやってんで、車を止めて道路突き切ってってそのコンビニに入ったわけですよ。そこであれこれ買い物して出てきたんですね。あれと思ってひょいっと見ると、穴く見てみると近くに電話ボックスがあるんですがね、その映らした明かりの中に今しがた電話をかけ終わったばかりの女の子が立ってるんですね。でぽーっと外を見てる。あれ、こんな時間にどうしたんだろうな、車はないし誰かと待ち合わせしてるにしちゃ変な場所だし、なんだろうと気になったもんだからそば行ってみた。結構可愛い子なんですね。で、だまー外見てるから片方がどうしたんですかって聞いたんですね。どうしたの。はい、お友達と待ち合わせしたんですけど連絡が取れないんです。で、これ待ってるんですけどどうやってしたらいいか分かんないんだけど帰れなくなっちゃって。うちどこって聞いたら横浜の方だって言うんですね。あ、なんで、じゃあうちの方だよ。本当は彼の家は横浜より手前なんですが、まあ若い女の子ですから乗っけてってやろうとこう思ったわけですわね。ありがとうございますって乗ってきた。で、若者3人ダーッと走ってみた。話してみると、なんとこの女の子はその若者2人と同じ大学の新入生なんですよね。あ、なんだそうか、学校同じかなんて話はだんだん盛り上がって、で、ああでもないこうでもない、じゃあ今度はまたみんなでもって一緒遊び行こうやなんて話になった。じゃあお願いします。で、ゲラゲラ笑いながらダーッと走って、ここですいません、ありがとうございました、あ、ここでいいのって車止めた。そうニコニコ笑った女の子が降りてった。暗闇の中トッ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 と歩いてくんで、こうやって見送ってると、その路地の奥の方に古いアパートがあって、階段をカン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 って上がるなら、こっちをチラッと見た。で、ドアの前に立ったんで、ああそこなんだなと思いながら手振って、そのまま車を U ターンさせて家へ戻ろうとしたんですね。その時に、あ、いけない、さっきのコンビニでもって俺手帳置いてきちゃったよ、お金払う時に忘れて落ちちゃったなら、カンタかなんかに取りてくれよって、じゃあいいやってんで、ガーッと元来た道戻ってったんですね。それでコンビニのところで車止めて、すいません、実は声かけでもって先ほど買い物したんですけど手帳を落としてたと思うんですがありませんですかねって言うと、これですかって持ってきたんです。あったあった、よかった、すいません。で、手帳受け取った。あ、よかったあったってんで出てきた二人が、さあ車乗ろうかなと思ってひょいっと見ると、はなくさっきのその電話ボックスの方に目をやると、今しがた電話をかけたばっかりの女の子がいる。で、外をぼーっと見てる。あれ、またおい女の子いるぜ、あの電話ボックスよく女の子来るんだなぁ。おい、あの子お前今のあの子に似てないか。何が。ほら、何言ってんだお前、だって今送ってきたばっかりの女の子が俺たちが早く来れるわけないじゃないか。でも似てるよなぁ。うん、言われてみりゃそっくりなんですよね。そんなバカなことはないと、今しがたその女の子は送ったばかりで自分たちそれで戻ってきてますからね、自分らより先に来てるわけがないんですよね。でも似てるんですよ。近くまで行って見てもいいんだけど、なんか気になったんですよ。よせよ、じゃあ反対側の通りから見てみようか。反対側渡ってこうじーっと見てみて。おい、あの子だよ。おい、嘘だよ、あの子だよ。本当だ、人間がそんな早くに移動できるわけがない。でも紛れもなく電話ボックスにはその子だ。よせお前、そんなことねえぞ絶対、気持ち悪いな。じゃ何か、お前あれ幽霊なんか、なことはないよ、ちゃんと名前も聞いたし学校で行け調べりゃ分かるから、ということで二人は後日学校行ってですね、訪ねてみたんですね。で、すいません、これこれこういう新入生の女の子いませんかと、係の女の人がはい調べてくれた。あ、おりますよ。あ、やっぱりなんだ、あ、そうか。あ、ただこの方
入学されて2ヶ月後に交通事故で亡くなってます。え、じゃあの子、いや、もしかするとあれだぞ、俺たちに嘘の名前と住所教えたのかもしれないよ。だからあの子は生きてるに違いないよって。そうかな、だってお前そっくりだったぜ。不思議な気持ちになんながら出てきた二人、どうせ俺たちもあの家送ってったんだから昼間でも場所分かるだろ。分かるよな、行ってみるかって言うんで二人車で行ってみたの。でーってこの辺だったよな。あ、こだ、ギャッと止まった。ああ、路地あるだろ、あのアパートだよ。で二人で行ってみた。カン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 、外からの階段上がって2階、で彼女が立ってたそのドアの前まで行ってみた。人が住んでる気配がない。おかしいな、誰かいないようだけど俺聞いてみようか。うろうろしてると隣のドアが開いて住人が顔を出したんですね。はい、いや、すいません、あの、実はここへ訪ねてきたんですけど。あら、そちら留守ですよ。あ、何時頃戻られますでしょうか。うんうん、今誰もいないの、これ引っ越しちゃったから。え、いつですか。いや、もう結構前に引っ越しましたよ。お名前は、これこれこういう人です。お名前違うぜ。何さんって言うんじゃありませんか。うんうん、そうじゃありませんよ。こういう感じの、こういう、いいえ、こういう感じの顔が丸くて。全然違うじゃないか。おかしいな。すいません。ちょっと立ち入ったこと聞いて申し訳ないんですけど、こちらにいた方、その女子大生の方ですか。なんで引っ越したんですか。ええ。2ヶ月ぐらい前から夜になるといたずら電話がかかってくるそうなんですよ。出ると全然何の声もしないんですが、そのまま切れてしまうらしいんですよね。それが毎晩のように電話がかかってくるってんで気持ち悪くて引っ越しちゃったんです。その時ふっと思えた。おい、夜中の電話、そういえば彼女電話ボックスで持って誰かに電話してたよな。そうか、いたずら電話の主ってのは彼女だった。待っていた友人っていうのは実は越したこの子だったんだよ。そうか、彼女はあそこで叱られて死んで、でいつも彼女のとこに電話してたんだな。そうなんですよね、いたずら電話で失敗した友達っていうのは、そのいたずら電話の主が実は自分と待ち合わせした死んだ女の子だったんですよね。例えばこんな世界を思い浮かべてみてください。人気のない夜道を一人ドライブしていて迷い込んでしまった自分を、なんとかここから逃れたい、どこだかわからないんですから誰だってそう思いますよね。でもよーく考えてみてください。迷い込んでしまったのは自分のせいなのか、それとも誰かに導かれたものなのか。これはそんな若者のお話なんです。私のその友達のブレーンなんだけど、まあ、作家関係やってるんですよね。それでその愛知県の方で仕事が終わったんで帰ってきたってんですよ。で地図にはいいんだけど愛知から大阪は簡単だからまあいいやってんで夜中車走らせてきた。それで相棒と一緒に途中で持って買ったコンビニのなんかものを食いながら、ああでもねえぞこうでもねえぞって言いながらベーッとしてて、川に出たんで、大丈夫だよ、川に出たらば、土手っぷたちたらどっか通り出るに決まってるから、川の道行ったらいいよって言って、でーっと行ってたの。そのうちに、でもこの道すげえな。前にも後ろにも車来ねえぞ。全然いないわけです、車がね。なんだ、車いねえや。って、でーっと行ってた。で、倉庫やってる時に、キャーッと車行って、なんだよ、危ねえな、って言ったら、いや、これ怖いよ、お前。ここ前ガードレールがないからさ、カーブ来た瞬間に落っこっちゃうなって、やめてくれよ、おい。気をつけてくれよな、って。で、助手席の彼も、こう見るわけですよね。怖いですから。川が蛇行しますから、一緒に道も蛇行するわけですよ。土手の道ですからね。でも、ガードレールがない。それは車走ってないわけですよ。後で分かったことなんだけど、ここは、別の道ができて、工事関係でもって、当時立ち入っちゃいけない場所だったんですよ。彼ら間違って、そういう出ちゃったんですね。使われてない道へ。で、でーっとしてた。誰もおらんなーっていう。そのうちに大きくカーブするときに、ひゅっと前方見てた、そのもう一人が。おい、土手の向こうに誰かおるぜ。何が、いや、なんかおるよ、動いてるよって。嘘つけ、お前、こんな時間におるかい。ハンドル持ってる、そいつが言ったわけですよね。またブーって回って、またすぐ、
と、またその土手の方じっと見てる友達が、いやいや、無理よお前。子供がたくさんいるぜ。何言ってんだよ、子供いるわけないじゃないか、そんなもんが。いや、おるよ、たくさん。なんだろうな。で、車はだん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 その土手に近づいていくわけですよ。ずーっと、蛇行しながら寄っていくわけですよ。なんだろうな、なんだろうな、って言うから、運転してる彼もひょーっと顔を伸ばしてこう見るわけですよね。ばーっと近づいてた。おいおいおい。おい、おるよ、おい。幼稚園の子供かなんか知らないけど、たくさんおるぞ、おい。何してんだろうな。車が近づいたらその上を通ってた。ブワーッと。ひょいっと下を見ると、土手で草むしりしてる。たくさんの幼稚園児が。むしって。なんだおい、今の。幼稚園児がお前草むしりしてるぞ。何言ってんだお前。こんな時間に子供がお前草むしりするわけねえじゃねえか。いやだってお前ちゃんと幼稚園児やってたらお前見たろ。お前見た。お前もしかするとあれ、見ちゃいけねえもんかもしんねえぞ、俺たち。え？だってそうだろ、こんな時間にあんなとこでもって子供がたくさんで草むしりしてるか。お前音聞いたか？聞いてない。あいつは症状あったかない。あいつは目見たか覚えてないよ。うわ、よそで急いで帰ろうぜって、ブワーッと。でも飛ばせない、落っこちゃいけないから、ダーッと、ダーッと行った。と、しばらく人、その土手の上の右側に、マイクロバスのが見えたんですよ。えなんとか幼稚園って字が見えた。なんだお前、あの車だよ。幼稚園に来てるんだよ、あの車でって。そうか、変な時間来るもんだな。わーってやった時に、やっぱり違うぞお前、あの車よく見てみる。ボロボロの車なんだ。だん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 近づく。タイヤがない。ただ、乗っけられてる台の上に。昔の古い幼稚園のバスなんですよ。うわぁ、やだぁ、どうしようと。でも道は狭いですから、スピード緩めないしょうがない。どっちから落っこちゃいますからね。もう助手席の彼はみんなだから顔をそっと見てる。で、ハンドル持って帰るのはしょうがないから、前見るわけですよね。すれ違う瞬間、スピード落ちますよね、スーッと。確かに、何々、幼稚園って見えないんですよ。でも窓は割れてるし、傷だらけでもって、あちこち錆びてて、それはもう形になくなってない。ボロボロなんですよね。それをツー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 すれ違ってるわけですよね。ずーっと前の方へ。それをすれ違ってる。ずー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 。見たくはないけど見ないと車が危ないですから、どうしてもバスも見てしまう。さあ、ちょうどそのバスを通り過ぎた瞬間ですよね。ああ、これでバスを通り過ぎたと思ったら、ひょいっとハンドル持ってる友達の方がね、それとひょいっと、助手席の窓があって、そこにビターッと血だらけの女が張り付いてこっちをじーっと見てたんですよね。うわーすごい気で演技だったんですよね。そうかお前、あの女が引率者だったんだな、あと言ったってんですよね。変なとこ通っちゃったですよって彼は話してくれました。午前2時から3時の間は昔から牛水時といって飼料が落ちてくる時間帯なのです。こんな時間に百物語を始めてしまったあなたは霊を呼び出しやすい条件を満たしていることになります。このまま最後まで一気にゲームを続けることは非常に危険です。できることならば一度電源を切り、違う時間帯にゲームを再開することをお勧めします。何？最後までやってしまう？素晴らしい。わかりました。ではどうぞ。運試しをなさってください。どんな霊障があなたを襲っても知りませんよ。それではご健闘をお祈りします。例えばこんな世界を思い浮かべてみてください。暗闇に佇む自分ともう一人の影、真っ暗なんですから本当なら一人より二人の方が安心できるんですが、でももしそのもう一人が人間でなかったら人間でなかったら
そしてそいつを目の当たりにしているとしたら、これはそんな状況を逸した世界で起こったお話なんです。北海道の広い道なんですね。これ田舎の方の道なんですがね、そこをこう車を飛ばして若者が来たわけです。2人ね、と飛ばすわけですよ。でもそのヘッドライトの中には何にもその邪魔するものもないし、前にも後ろにも車がいないわけですよね。夜の夜中のことですから、もう全然車走ってはしないんですね。それでああでもないこうでもないっていろいろ冗談なんか言ったりしてたんですね、二人で。でただ、車はずーっと何にもない道を一気に走るだけなんですよね。スピードが結構上がってきますよね。とわっとしてドーンキューって飛んだんです。うわっやっちゃった、慌てて飛び出たんですよね。一人がどうしたって言ってみたんです。車が前の方が引っ込んでて、向こうの方にドーン倒れた人間がいるんですよ。うわどうしようと思ったけど、おいちょっと見に行こうやって見に行って、あっ覗いた瞬間にも分かったんですね。ほとんど即死の状態で倒れてるんですよね。生きてるかなって、もし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 やっても反応がない。どうしよう俺人死んじゃったよ。でもおかしい、真っ暗な道で真っ暗のその周囲のから考えてみて、人間が一人歩いてくるんだったらば明かりを持ってるとか何かすいませんね。そういったのは何も持ってないんですね。どっから現れたかわからない。確かに車飛ばしてましたから知っちゃったのはわかるけど、逆に言えば車のライトが突っ込んでくるわけだから渡るバカはいないんですよね。なのに引いてしまったんですよ。どうしようと、どうすることもできないからしばらく考えたんですね。考えてもしょうがない、これも警察じゃなくてしょうがないですから。でいいよ俺今警察行ってくるわと、で救急車にも連絡取るからって、まあ電話もないしね、で行くよと。でこれからまたここ車通るかもしれないし、この前にしておけないから、悪いけどお前ここで見ててくんないかと言われたわけですね。ですから助手席の彼がその真っ暗なところで持って死体のそばで待ってるわけですよ。それでその死んだ方の人間はもうかなり舞い上がりながら車で持って行ったわけですよ、町の方へ。ダーッとしてたわけです。車が行っちゃうところでもう何があったって最高に恐ろしいですよね。あたりは真っ暗で何にもない通りの真ん中で持って、通りつっても田舎のその通りですからね、何にもないですからね。そこで死体と二人きりですよね、暗い中で。ひょいっと見たら、その道路に沿った向こうの方に街路灯があったそうですよ。なんとはなく、こう、やっぱりその明かりの方や明かりの方からだ逃げていくんですね。見ちゃいけない、見ちゃいけない、見ちゃいけない。見たら怖いからみんな見ようと思って、死体の方や目はやらないようにしてる。見ちゃうと怖いから、下に背中を向けて歩くんだけど、下に背中向けてるとまた怖い。なんか今、つったような気がするわけです。あれと思って、こう見ようかなと思うんだけど、動いた気配がない。歩き始めるとなんか後ろの方で動いたような気がするから、って見ると動いてない。うわぁ、やだなぁ、情けないことだったな、怖いなぁと思いながら、だんだん街路灯の方へ行ったそうですよ。それで街路灯の下でも立って、離れたとこから試合見てたそうですかってね。車でしょうがないですから。他に車来ないかな、誰か来てくれないかなと思ったら誰も来ない。何でしょう、何にも来ない。そこでただ一人困ってらして、ずーっと死体と二人聞いてもって。そのうちに、死体に背中向けて、明かりの下でもって、ぼーっと友達が行った方向を眺めてたんですね。ずずずずずっと音がするんですよ。ん？なんだ？シーンとしてる中で、ズズッ、ズズッと音がする。ほっ！見ると、死体が転がってるだけで他に何にもないですよね。でも、その死体が動いたように見えたんですね。生きてんのかなと思って。で、声かけるのも怖いし、ただ一言、おいって言ってみたけど、全然反応がない。嘘だ、あれ死んでるからそんなわけねえなって。一体今のことなんだろうと。怖いからまた目を背けてる。しばらくすると、ズズッ、ズズッ、ほっ！あれ？死体が自分に近づいてきてる。どうして？怖いですよね。おい！おい！声かけたけど、全然反応がない。死んでる死体が自分の方に近づいてきてる。おい、勘弁してくれ、おい！勘弁してくれ、おい！助けてくれよと思いながら、明かりついたと思って、走りたくついて、助けてくれよ、向こう行ってくれ、向こう行ってくれ。ズーズーズーあー、くる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 、あーやばー、くるどうしよう、くるどうしよう、うわー、助けてくれ、どうしよう。ふっ。かなり近づいてる。その時分かったの。死体の上半身だけが来てる。待てよ。二つに切れた死体が、生きてるわけないです、体二つに切れてるんだ。それがどうやらずれて、自分の近づいてる。うわーと思ったら、ずっと来たら、ダーと思ったら逃げ場所はない。結構早いスピードで寄ってくるわけですよ。このまま行ったんじゃ真っ暗な道ですから何があるかわからない、怖いです。やっぱり下見なくちゃいけないんだよ。かといって逃げ回らない、ヒュッと見れば街路灯ですから登っちゃおうと思って街路灯に登ったんだ。と登り始めるとズズ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 ズ
うわー助けてくれったらずーっとずーっと上がろうとするんですよ、死体が。これ上がらない、上半身しかなから上がらない、ずーずーずーっと背中で助けてくれー助けてくれー助けてくれー来たのってずーずーずーで助けてくれー助けてくれよーって触れた目つぶって、キキキキッと車を止まるのですで、タッ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 と走ってくることがする、うわーダメだー助けてくれと、何やってるんだーと、へっ下でおまわりやったって言ったんですよ。何すか、何やってんだよ、いやあの死体があった、死体じゃないよ、あんた何やってんだって、いや今そこにいるでしょって、何もいないよって、へっ見たらもう係の人が向こうでもって調べてて、救急車も来ていて、友達もそこに立ってて、死体は元通りそこになったって言うんですよ。それは彼がきっと見た恐怖の幻覚なのか、それとも実際に死体は彼のところへ恨みがましく寄ってきたのか、まだなんですけれども、そういう話を聞きましたね。例えばこういう世界を思い浮かべてみてください。昼間でも薄暗い、それほどに深い木々に覆われた森にいる自分を、不思議なことに物音一つない、聞こえるのは自分の緊張した荒い息遣いだけ。でもそういう時は誰かにじーっと見られているんです。こちらの様子を伺っている奴らに。もう皆さんお分かりですね、これは富士の樹海のお話です。ではそろそろ参りましょうか。私の体験した不思議なあの世界へ。テレビのクイズ番組でもってですね、富士の樹海へ行ったんですよ。女性アナウンサーで連れましてね。でディレクターがですね、稲川さん出ますかね、稲川さん出ますかねって言うんですよ。なかなか幽霊は出ないよって言ったんです。でも出ないよって言ったけど、もしもあるもんならば見せてあげたいなって見ちゃったんですね。ずーっと行ったんですよ。どん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 。当てなんかないんですよ。私がいて、女性アナウンサー二人。で、あとはカメラさん、照明さん、音声さん、ディレクター。で、行ったんですよ。ずーっと。そしたらちょうど、木の皮をちょうど剥かれた感じで2本木が立ったんですよ。なんかこの門っていうかな、地へ入るその地の入り口とでもいいんでしょうかね。そういう感じなんですよ。あの象の牙みたいにね、2本、2本キーッと。根っこはあるんですよ。でも木の皮は剥がされてて、丸裸だけは2本立ってるんですよ。なんかの目印みたいにね、気持ち悪いなぁ。で覗くと歩いていけそうなような状態でもあるんですよ。いくらこれから死のうっていう人間だってね、やぶん中突きって行きましませんからね。うわすげえなぁと。リフターが、稲川さん気味悪いですね、気味悪いね。カメラさんもうわすげえ気味悪いなぁって言うんですよ。どうですか稲川さん、女性アナウンサーに下で祝いといて50メートルぐらい奥入れさせませんかって言うんですよ。今気味悪いなって言ったくせにですよ。それでその女性アナウンサーの胴体に下祝いって50メートルぐらいで、頭にはヘルメットかぶって、あとカンテナつけて、でポラロイドカメラ持たせて一回したんです。大丈夫かって、はい大丈夫です、怖かったら声上げて行ってあげるから、はい大丈夫か、大丈夫かって涙ぐんでるんですよ、ね、これで入っていくんです。ずっとまだ木の葉が生えてませんから、こういう枯れ枝の間もですね、明かりがチラ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 って、ね、だん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 奥に入っていくんですよ。大丈夫かって入っていってんですよ。かわいそうですよね、どんどん入っていくんです。だいぶ行ったら引っ張ってますって言うんですよ。マイクを落とした声が聞こえるんですよね。引っ張ってる引っ張ってるところかわいそうだから、今行ってるぞて。それで私そのロープを持ってだん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 入ってたんです。明かりつけないまま手探りでどん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 行ったんですよね。と木の向こうに明かりが見えるんですよ。もう3メーターぐらいですよね。あの時って怖いもんですね。もしも彼女に近づいて、いやーって言った瞬間、こっち見て彼女が別人だったらどうしようって、続きを言ってありましたよ。彼女が指さすんですよね、稲川さんあそこ。大きなもみの木があって、それで葉が落ちてて柔らかそうなんですよ。周りは薄そうったら原生になるね。またもみの木だなと思ったんですよ。で、彼女の縄をほどいてあげて、それでいいよ、行っていいよって言って、カメラ借りてね、ポラで持って一箇所、それでそのもみの木の下を撮って、また近づいて撮ったんですよ、同じ場所から。で、その取ったフィルム持って、ロープ丸めてついてった。彼女は先をどん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 行く。私はとか言ったわけですよ。で、見てみたら、2回目に撮ったそのもみの木の人の写真、木の下に白いものが横たわってるんですよ。どう見てもこれ、白骨体かなんかの口開けて、あーって倒れてるように見えるんですよね。これ違うかなと思ったんですよ。で、偶然にアップで1枚撮ってますから、そっちを見てみた。そっちにも映ってれば、
それが違和感なんかだったらば、これは勘違いってことありますからね。ところが、もう一枚の方はアップで吸ってるのに何も吸ってないんですよ。これやったなと思いましたよね。それでみんながいたんで、おい、やって。ところがみんな私の話聞こうとしてるんですよね。シーッとしてるんですよ。なんだろうと思ったんですね。みんなシーッとしてるんですよ。遠くの方で、と音がするんですよね。エンジンの音だったらば、と行きますよね、車だったら。それが同じボルトで。あの音って聞いたんですよ、音声さんが。そのうちに、だんだん近づいてくるんですよ。おい、あれ、エンジンじゃないよねって言ったら、ええ、お経みたいなんですって言ったら、ええ、そういう風に聞こえますね、音声さんが言うんですよ。音声さん、マイクをそっち向けてるんですよね。でもまだ何キロか向こうって感じなんですよ。シーッとして。それが、どんどん近づいてくるんですよ。もう300メーターか400メーターのとこ来てるんですよ。なバカなことないですよね。あの広い原生林の中で我々だったらほんの点ですよ。小さな点ですよ。そこはですよ、道ないところ、あの遠いとこからどんどんこっちへ向かってくれるやつだって人間であるわけない、そんなもの。でも確実に、その時私頭に浮かんだんですよ。灰色っぽいような黒っぽいようなその一段がですね、縦にずらーっと並んで、顔はわからないんですが、そうお経を上げながらこっちへ近づいてくる絵が浮かぶんです、頭に。そしたらカメラさんが、なんかたくさんの人が並んでこっちへ来るような気がしませんかと言ったんですよ。偶然考えたこと同じなんですよ。浮かんだんですよ、頭に。うわっと思って。そしたらもうそこ来てるんですよ。って来てるんですよ。もう200メーターぐらいですよ。どんどん来るんですよ。恐怖走ってましたよ。みんなもうどうしようもない。わからないから。ただあぜんとしてますよね。震えてますよ。女の子涙ぐんでるし。怖いんですよ。どんどん来るんですよ。恐怖ってすごいですね。怖いって。だって今ここで逃げたって間に合うわけない。あの原生林なんか何キロとか一気にここまで来れるやつ。逃げたってすぐ捕まってしまうに決まってますからね。逃げるわけいかない。で私ポラロイドのカメラ持って怖いから逆に声のする方に向かって突っ込んでたんですよ。うわーって破ん中、うわー声は出ないんですよ、恐怖で。ただ腹の中で叫んでるんですね。はーって10メーターちょっと前行ったのかな。もうみんな見えないんですよ、原生林の中と。目の前に竹があるんですよ。でそれ以上行けないんですよ。ちょうどあの垣根のようになってますんで、それ以上行けなかったんですよ。だから思い切って手伸ばして背伸びして伸ばした手の上でもってピシャッシャッター切ったんですよ。目の前が真っ白になりました。パーッと瞬間に私がいる目の前に竹やぶがある。その竹山のすぐ向こう側から、おいって聞こえたんですよ。うおーと思ったんですよ。みんなキャーって染み上げてる声がするんですよね。逃げるなって。あんなとこで逃げたらどこか分かんない。富士の樹海ってのは怖いですからね。一歩間違ったらどこ行っちゃ分かんないですからね。逃げるな。行ったらもうダメですよ。女の子がないとみんな汗ブルブルかいてるし、震え上がってますからね。音声さんが声取りました。声取りました。カメラさん取れなかった。そしたらまた遠くでもって声が、おいって言ってみんなどうしようって私を見るんですよね。しょうがないからもう一回やるかって意味で私指立ったんですよ、一筋で。そしたらみんながうんって言ったんですよ。とまた声が近づいてくるんですよね。ああ敵は絶対こっちの状況分かってんだと思ったんですよ。もう凄まじい恐怖でしたよね。でポラロイドのカメラ持ってまた作ったんですよ、声の相場やりで。腹の中で叫びながらね、はぁーそれ私だって怖いですよ。うわバリバリ顔で持ってこっち切りながらね、無我もう夢中でしたよね。もうかなり奥行っちゃったんですよ。うわっもうこれでいけないと思ったんだから手バーンと上げて思いっきり背伸びしてプサッ押したんですよ。目の前が真っ白になりましたパーッと。で白さがプッと消えた真っ暗闇になったんですよね。私のほんの1メーター半ぐらいのところで突然おら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 分かった腰抜けそうでしたよ。空中で声したんですよ。うん、と思ってどっちかってですね、もうみんなパニック状態ですよね。逃げろって言うんですよ。しょうがない、目を飛ばしながら逃げろって道分かんないから先頭になってあとはみんな固まってるんですよ。で走ってると向こうがちょっと聞くんですよ。私のそこじゃなくて動いてますよ。向こうの木村がなんか来てるな、撮ったらとカメラから飛び散るのパッと滑ってピシャッと滑ってますよ。そしてやがてその車が置いたら出たもんですから、ああもう大事だと思った。そうだこれ持ってちょっと喋んなくちゃいけないなと。さっきは何も喋ってないしと思って、女の子2人アナウンサーを置いて真ん中で私がカメラに向かってマイクを持ったんですよ。そしたら音声さんが顎でなんかこうしゃくって教えるんですよ。なんかうん、みんながそっち見たんですよ。私の背後の方からどんどんおいって声がちょっと来るんですよ。もう無我夢中ですよ。札ばらまくは塩ばらまくはうわーって見に行ってロカス取っちゃった。乗ってちょっと撮り直しようと。でカメラの位置は決めて、それでさっき撮ったポラロイド見たんですよ。あの木の下の写真、人間になってましたよ、白骨化ですよ。うわっと思った。どうディレクター皆さんこれ無理ですよね、これ見たの。
さっき私が滑った瞬間シャッター押したやつ。それは髪の毛振り乱した若い女の人が倒れてて、手でもって苦しそうに地面を引っかいてるんですよ。それでその女の人の腰のあたりに赤ちゃんのちっちゃい手があって、顔があるんですかって抱きついてる。でその女性の足元あたりにはっていうと、顔の上半分だけこう上を見て覗いてる男の子があって、手を空中へ出してもがいてるんですよ。で女性の上に二つ顎のない顔がポンポンと転がってるんですよ。これ稲川さん下手にやったらやらせかなんかって言われちゃいますよね、できませんよねって言うんですよ。そうだな、言えないな、やめとこうかと。それでこの写真また見たんですよ、並べて。誰撮ったのこの写真と言いました。っていうのは最後の写真がですね、ヘルメットをかぶってるその女性アナウンサーのヘルメットを私がどかしてあげてるところですよ。ちょうど藪から出た後ですよね、その写真なんですよ。そしたらもう一人の女性アナウンサーが、私が撮りましたって言うんですよね。ところが私とその彼女が写ってる斜め上に、なんかこの原骨のようなもの写ってる、じゃんけんぽんのグーみたいなものが、なんだこれと思ったんですよ。はっきりしてきましたよ。それでね、地上から3メーターぐらいの位置から舌を覗いてる男の顔半分なんですよ。いやーこれやめようやとなって、ディレクターが、帰りましょうね、帰りましょう、運転手さんすいません、帰りますからって、はい、ブーンエンジンかけて、ブーンブーンエンジンかけて、その時カメラさんが、あれエンジンかけてなかったって言ったら、いやカメラ回ってるからエンジンかけてませんよ。え、車がブーンブーンブーン言ってる、みんな後ろ向いた。そのエンジン音に混じってすぐ人が乗って、すごい勢いで帰りましたよ。結果的にはクイズ番組にはならなかったけれども、これは放映されました。そしてまた別番組で放映されましたよね。いや不思議な体験をしてしまいましたよ。例えばこんな世界を思い浮かべてみてください。部屋の片隅に置かれた人形、穏やかな表情しています。ある時ふっと視線を感じて振り返ってみると、その人形が凄まじい表情でこちらをじーっと睨んでいるんです。人の形をしたものや人が長年使い込んだものには魂が入り込んでしまうこともあるようなんです。これはそんなあるものを偶然手に入れてしまったことから始まる、そんなお話なんです。私も以前になるんだけど、もうこの話するととても長くなってしまうんですがね、人形にまつわった話があるんですよ。でこの人形っていうのは125センチあるんですよ。子供ぐらい大きさなんですよね。ねえ、おかっぱ頭で着物を着た綺麗な人形なんですよ。ところがこれに関係してですね、何人もの方が亡くなってるんですよ。もうこの人形を出すのやめようかという話になったんですがね、で各民放でそのこの人形を出したい出したいって言うんで、出るたんびに事故るんですよ。スタジオ中が停電になったりとか、セットが動いちゃったりとか、声が聞こえたりとか、おまけに怪我人が出たりとか、いろいろあったもんですから、私も出すの嫌だったんですよ。その時に大阪のテレビ局が、稲川さん、その人形の話伺ってるんですが、あのスタジオ来てもらえませんかねって言うんですよ。で私も断りしたんですね。うん、これは普通と違って、あの本当にあの怖い人形だから勘弁してくれないかって言ったんですよ。そこをどうにかなんないかってしつこくしつこく頼まれたんですよ。じゃあ私と人形と人形使いのその前野さんって方がいらっしゃるから、で3人で伺いますということで話決まったんですね。それで行きました、新幹線で。その番組でセットはっていうと、私の後ろには黒い幕が下がってて、それで私から向かって左側にその屏風のようなものがあって、柵が作ってあって、その中に台があって、そこにその125センチの少女人形が座ってるんですよ。前にはこう塩だかなんだか持ってあったんですけどね。そしたらね、空中でもってうーっと音がしてるんですよ。おー気分出してるなと思いました私ね。それで椅子に座ってたら、じゃあ休憩入ります、で間もなくこれで本番入りますからよろしくお願いしますって言ったら、はい、でその人形使いの前野さんって言ってね、前野さんコーヒーでも飲もうや言って外で出たんですよ。とその時にですね、調整する部屋がありますわね。普通はだいたいそのスタジオの上にあるのに、スタジオと同じ高さにあるんですよね。だからその調整してる部屋の横を通るんですよ。なんか騒いでるんです誰かがね。なんだと思ったら、ちゃうだろお前、わしゃったらちゃうぜとか言ってるんですよ。いいか、今日あれだとお前失敗したからってな、幽霊の戦士あかんぞとか言ってるんですよね。いやほんまだろ違うぜ。聞いてみると、今スタジオで通ってふーって音は、音声さんが俺がやってんじゃない、一体何なんだあの音はって言ってるんですよ。ところが大阪のノリでもってみんなが、お前自分が引っ掛けていて、そんなもんって言ってるわけですよ。でも大瀬さん真剣に違う違うって言ってるんですよね。で僕らそのコーヒー飲んでましたらね、ダーッと立ちくんですよスタッフが。すいません稲川さん、どうしたの、今そこでもって今日番組に出る霊能者の人が引かれちゃったって言うんですよ。こともあろうに。そこで
ファンコファンコファンコやってるんですよ、救急車が。あれってそうです。で、別の霊能者お願いしましたから、どんなかちょっとわかんないですけど、時間までうまく繋いでいただけますかって言ったら、いや、構わないよ。やだねって言ったんですよね。ところが実はその敷かれちゃった霊能者っていうのは、それ以前にもう一人お願いしたってのは2番目の人なんですよ。ですから、後から来る人は3番目なわけです。その1番目の人はどうしたかっていうと、前の日にプロデューサーが打ち合わせするんで、その霊能者の方があったそうですよ。そしたらその霊能者の方が、私はやっぱり伺いたくないと。伺わない方がいいようですってんで、ダメですかってどういうわけですかって言ったら、いや、あなたに見えるかどうかわからないけど、さっきからあそこに指さすんだそうですよ。広いホテルロビー指さして。あの柱に、女の子が立ってて私をじっと見てるんですって。え？いませんよって。そう、あなたには見えないかしらね。でも私には見えてる。小さな女の子で、おかっぱ頭で着物を着た子が立って私をじっと見てる。私来たくないと。人形のこと知ってますから、プロデューサーびっくりしたわけですよね。ですから、じゃあ、ご返事だけはあったら、じゃあ分かりました。帰って、ちょっと考えさせてください。それでご返事しますから。帰った。ちょっと電話が来たんですが、お弟子さんからで、すいません、先生が倒れちゃって病院入っちゃいました。で、次の霊能者お願いしたら、聞かれちゃったわけですよ。そしたら本番始まりますから、自分と好き聞きましたよ。ところが正面からライター立ってるから、向こうが見えないんだ。一体誰が私に器具を振ってくれるのかなと思って、キョロキョロしてましたら、私の後ろの黒い幕、これが、向こうからピッコ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 って引っ込むんですよ。引っ込んでくるんですよ。だんだん近づいてくるんですよ。幕の向こう側からこっちへ出っ張るならば、幕の後ろに誰かがいるわけだけど、幕のこっち側から向こうへ引っ込むということは、幕の前に誰かいるわけでしょ。でも誰もいないんですよ。ピッコピッコって引っ込んで、私の後ろ通っていくんですよ。なんだろうと思ったんですよ。霊能者の方が来ました。稲川さんなんか感じますって言うから、いやいや、今これからこういうことがあったって言ったら、いや、稲川さんの今斜め上と、お人形さん、少女人形の斜め上に、男の子が立ってる。同じ子だって言うんですよ。え？そしたら、フロアさんが髪を見せたんですよ。電話が鳴りっぱなしです。稲川さんの斜め上と少女人形の斜め上に男の子が映ってるって言うんですよ。モニターにも映ってますって言うんですよ。で、その司会者の方が、ちょっとモニター見せてみーってバーンってやったんですよ。映ってるんですよ、モニターに。もう一瞬、なんか、コリアになりましたよ。ジャーッと。と、セットが、バタ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 やってたんですよ。大体セットなんてのは普段から使ってるセットですから、音がするわけない。テレビ局のスタジオは風が入るわけないし、風が入ったとしたってですよ、揺れるようなセット作るわけないんですよ。それがバタ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 って、うわっと思ったんですよ。そしたらその霊能者の方、すいません。照明のバトンがありますね、棒がね、たくさん照明が下がってる。向こうから2番目のあの照明の棒の人危ないから、そこにいる、下に見学してるおばちゃんたちをどかしてくださいって言ったんですよ。それで、奥さん方をスタッフが、すいません、ちょっとどいてください。言った途端、わっしゃんあれすっごい重いんですよ。何十キロってエキソンついてるんですけど、それが、バッシャンって言って、シャンバッシャンバシャン司会者呆然ですよ。なんだこの前、どないだったんや、これ。そしたら、また髪が上がってて、見たら、美術さんが少年を見てるって言うんですよ。どこにおんねえって司会者言ったんですよ。そしたら、おばあちゃんたちがどういったその後ろでもって、ひげもちゃのおっさんが金槌を持って椅子殴りながら泣いてるんですよ。シャレにならんぞ、お前。シャレにならんぞ、お前。シャレにならんぞ、どないしてって司会者言ったんですよ。わし凍ったらって、もう台本もいらん、何でから動いてやってみって言ったら、私はここにいたらば、へこみといったの、下のね、足の部分のところの板ですよね。腰壁みたいな板ですよね。それが見えるから、板を打ってくんないかってんで、人形のその柵を越して中に入った。と、子供がいたと、人形の下に、男の子が。それで、おー、子供おるでって言ったら、フロアさんが来たんですよね。で、フロアさんが、うんと思ってみたら、この人形どうやったやつのって、その男の子が聞いたんですよ。あ、そうか。小さい場所だから子供入れといて、本番中人形を動かして脅かそうと思ったんだなと思ったから、うん、言ったって言うんですよ。と、そこでジェフさんが来て、これ生番組ですからね。生でやってるわけですから。だからジェフさんが来て、わしゃ頼んだなんだもん、仕込んだなんだって来たんですよ。プロデューサーが来て、おい、この番組どないやってんのかい、この番組どないやってんのかい、おい、おい。相変わらず、セットはバタ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 、こっちはガシャン、ガシャン、ガシャンライト、ふーっと音がして、音声が取り来た。もう、おばちゃんたちは泣いちゃうし、司会者としてやってた女性アナウンサー、アシスタント、この人は泣いちゃうし、生コマーシャルぶっ飛んでもうボロボロでしたよ。で、番組終わったんです。私、その時ね、大阪一泊しただったんですよ。次の日が、夕方だったんです。東京で仕事がね、一泊して友達と会うはずだったんですよ。でも、これはいかんなと思ったんで、前野さん、帰り寄り道していかないかって言ったんですよ。というのはね、伊豆にね、これ西伊豆の方なんですが、ヘタっていうところがあるんですよ。とっても綺麗なところで。で、たまたま我々仲間内の女の子のおじさんが民宿をやってるんですよ。立派なホテルなんですよ、民宿って言っても。やってて、そこへうちの女房や子供やマネージャーもみんな行ってるし、友達も行ってるんで、そこ寄っていこうか。気分転換で。あまりにもすごいことだったもんだから。そしたら、その前野さんが、行ってもいいのとか、いいよ、行きましょうや。
で、大阪の友達の方はお断りして、そのまま新幹線乗ったんですよ。小玉ですよね。三島で降りますから。でもね、これがおかしかったんですよね。だってそれ3時に終わる番組なんですよ。2時から始まって。駅遠くないんですよ、その局から。なのに、その新幹線乗って三島に着いたら、それが最終だったんですよ。そのためにそこ陸の孤島なんですけどね。あのバスで行って船に乗り着くんですけど、バスはもう終わってるし、船はないんですよ。タクシーに頼んだら、タクシーは行かないって言うんですよ。困っちゃって電話しましたね。それで、そのお嬢さんの友達のね、その女の子のお父さんに来てもらって乗って行ったんですよ。その民宿へ。でね、気分変えようと思って、って言ったら、みんなシーンって言ってんです。どうして言ったらそういう気分になっちゃったんです。そこでその前野さんが人形を変えて持ってたんですよ。ダーッと走って。広げましたよ。ぐるぐるくるんである人形を。顔が変わったんですよ。口が開いて、目向いてるんですよ。少女人形ですよ、静かな顔。それが、髪の毛も伸びてるんですよ、もうすでにその時。うわーと思ったんですよ。みんなその人形知ってますからね。だからお参りをして。そしたら、その、民宿を紹介してくれたこの女の子のお母さんが、まあ、置物関係の仕事やったんですよね、着物の和服関係の。じゃあ、魂を収める意味で私が着物を作ってあげましょうって言ったんですよ。で、着物をこさえてくれることになったんですよね。まあ、私たちは早々に次の日帰ってきましたよ。その前野さんと私と何人かで帰ってたんです。で、夕方仕事行こうかなと思ったら、前野さんが訪ねてきたんですよ。うん？言ったら、稲川ちゃんもう大丈夫だよねとか、何が。いや、うちにね、茶巾ずつ置いてきたし、お茶置いてきたから、人形大丈夫だよねって言ってるんですよ。言ってることおかしいんですよね。え？で、その秋にその人形を使って舞台やらすが、なぜか、使わなかったんですよ。怖かったんですよね。そしたらその舞台が終わった後の打ち上げパーティーが行方不明ですよ。1ヶ月経っても2ヶ月経ってもわからない。どこ行ったかわからない。と思ってましたよ。2ヶ月半過ぎた頃、家へ帰ってドアをペッと開けたんですよ。そしたら目玉のポスターがあったんですよ。なんだこれと思ったら、稲川ちゃん、え、あの巨漢だった前野さんが安こけちゃって、頭はげて白い髪の毛ですよ。稲川ちゃんもう大丈夫だよ。うちに出てくるときね、三角の白い髪を置いてきたから、あれが四角くなったら全ては丸く収まるよねって言ってるんですよ。記憶がないんですよ、それで。それも治った。で、いよいよ、その、ヨーロッパの方からお呼びがあった。人形使いで有名な方だから、国家で呼ばれてるわけですよ。東欧ですよね、当時の。呼ばれたわけですよ。よかったね、前野さん。それでいよいよ行く前の日か何か。電話来たんですよ。前野さん頑張ってねって、ありがとう、稲葉ちゃんって。頑張ってねって。よかったねって。で、何気なく、人形はあった。うん、人形は、あの人形を作った人にね、預かってもらってる。あ、そう、預かってもらってよかったねって来ちゃったんですよ。翌日は仕事から帰ってきたんですよね。そしたら女房が、前野さん死んだらしいって。何言ってんだお前、俺昨日電話したよ。電話で喋ったんだからな、って言ったら。うん、死んだ。いつって昨日の夜って。だから昨日の夜は俺は電話でもって喋ってるって。じゃああれからとか何で死んだって。焼け死んだらしいってから。もう焼け死ぬって、じゃああの後でもって酒でも飲んで、それで焼け死んだのかい？わからないけど。焼死体が上がってる。やっぱり前野さんが来て。でもおかしいのは、その人はね、酒なんか飲んでね、火事出すのじゃないんですよ。一人暮らしで持って貴重めになっちゃって。で、時間も、電話くれた時間あたりっていうのが、実は焼けて死んだあたりの時間なんですよ。ってことは、死ぬ寸前か、死んだ後に電話くれたしか考えられないんですよ、私は。で、まあこれはでもね、それはそれとして、もう忘れようということにしたんですよね。で、十何年か経ったんですよ。もうすっかり忘れてました、そのことを。そしたら、ついと最近になってからなんだけど、電話が来たんですよ。その、我々を民宿呼んでくれた女の子から。この人も結婚して子供生まれたんですよ、女の子が。それで、ああ、お久しぶりです。ああ、久しぶりね。って。あの、実はね、自分の子供がおかしいって言うんですよ。何があったのって聞いたら、夜中に、独り言を言ってるんですよ。うん。そっか。で、お姉ちゃん、喋ってる。あんまりはっきりさ、寝言なんで、始めれちゃやめようと思った。ね、寝言にこう割り込むの嫌だから。ところが、しょっちゅうそれがあるんで、あんまり気持ち悪いから、誰と話してんのってな。お姉ちゃんとお話してるってな。お姉ちゃんどこにいんのってな。お姉ちゃんそこにいるって言うてたんだ、そうさ。でも何にも私見えないって。でも、夜になるとたまに話してる。それ聞くと怖いから、布団の中で潜ったっきりね、顔も上げられないけど、子供は平気で喋ってんのっての。で、それどういうお姉ちゃんか聞いてみたって言ったんですよ。じゃ聞いてみるって言うんですね。どういうお姉ちゃんだったか聞いてみたらば、おかっぱ頭で小さいお姉ちゃんでお着物着てるって。え？私ちょっと思ったんだけど言わなかったんですよ。どうしようって言うから、じゃあそのお姉ちゃん何のご用事があって来るのかって聞いてもらったらって言ったんですよ。で、分かった。じゃあ聞いてみますよ。やっぱり夜になったら、そっか、へえ、お姉ちゃんそうなんだ、笑ってんの、そうですよ。怖いから自分は布団の中潜って、ああ、やだやだやだ、ああ、やだやだって思いながら、朝になったんで、昨日お姉ちゃん来たねって言ったら、お姉ちゃんに聞いてくれたって言ったら、
お姉ちゃんなんて言った？お姉ちゃんはね、お姉ちゃんのお母ちゃんを探してるんだって言った。お姉ちゃんのお母ちゃん誰？お姉ちゃんのお母ちゃんはね、お姉ちゃんのお着物を作った人だって。稲川さん、私の母がお人形の着物を作りましたよねって言うんですよ。お母さん心配で孫のことが気になるもんだから、人形に会いたいって言うんだけどって。分かった、じゃあ連絡してあげるよ。で連絡したんですよ、その預かってる方のところで。そしたら心よくね、ああそういうことは分かりましたと、人形をちゃんとやってあるからいつでも来てくださいって言うんですよ。じゃあ電話したろうと思ったんだけど、ちょっとおしゃべりしてたんですよね。電話鳴ったの取ったんですよ。今電話したばっかりの人形を預かってる方、この方が電話で持って、稲川さんおかしいって言うんですよ。ちゃんと置いてあった人形も着物も両方ともないって言うんですよ。ないって言うんですよ。そんなことはないんですけどね。そしてその頃ですよ、私不思議なことがあったんですよね。というのは一人で私暮らしてるもんですから、仕事なんか夜やるんですよね。で戸を少し夏場開けとくんですよ、マンションの戸を風通しよくしようと思って。買っちゃってきましたんで、うんってマネージャーと思ってね、ガンちゃんかいって言ったんですよ。誰もいないんですよね。何日かして寝てたらば、ドッ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 と私のね枕元歩く音がするんですよ。おいガンちゃんかい、うちのマネージャー来ますからね夜中にも。誰もいないんですよ。3回目の時起き上がって行ってみたら、何のことない、私の枕元と水が溜まってるんですよ。これ来てるなと思ったんです、私その頃に来てるなと。でやっぱり仕事してましたよ。ガチャッと音がしたような気がしたんですよ。ふっとこう見たの、ドアが開いてるんですよ、少しね風通しよくするためにね。そっち見たんですよ。その時に見たというのかな、残像って言うんでしょうかね。外真っ暗ですよ、夜中ですから。ドアが開いてて隙間真っ暗ですよね。その真っ暗な隙間の間から真っ白い顔の小さい女の子がおかっぱ頭でこっちをチラッと見たような気がするんですよね。来てるんですよね、多分。これ進行形なんですよ。